はい、どうもお疲れ様です。こんばんは。お久しぶりです。新生かまってちゃんののこです。こんばんは。こんにちは。こんばんは。お久しぶりです。おつをこんばんは。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 お久しぶりです。こんばんは。お久しぶりです。こんばんは。 こんばんは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 大阪ぶりかお疲れ様ですこんばんはフリキャスは大阪ぶりだねこんばんはもう2ヶ月ぶりかこんばんはこんばんは1ヶ月ぶりか1ヶ月も経ってねえだろこんばんはそうかな元気ですか元気ないねまだちょっと元気ないおはようございますただ早朝の時よりはほんとまだマシになったこんばんは うん、早朝の時よりはねまだねマシになったね今まだマシになったよ全然今は大丈夫だよこんばんは、うん、今は大丈夫だよちょっとラリってっけど廊下のお茶葉改ざんす今はラリってっけどね精神薬で昨日昨日っていうか早朝精神薬と酒ちゃんぽんしまくって <laughs> 荒ぶってたからこんばんはで1回寝てさっき起きてそれでまあちょっとはマシになってこんばんは 今はだからまあまあまだねましって感じまだましって感じまさ、あ、元気ないけど今ね元気ないけどまだましって感じこんばんはこんばんはなあしたのどうしたのって静止やかず残業うつですうつ、ね、だよな静止やからとねありがとうありがとうつになるよなこんなんないやだからさ理由なくてもさ落ち着いて終わった声は大丈夫な感じ今はね臨時に心配されたりしないのしないよそんなこんばんは まあ、応援はされてるけどね俺の団地のね団地の近所の人応援してくれてるから新生かまっちゃん俺のことこんばんはあなんもんだって深夜にさね深夜じゃねえ早朝,朝4時か朝4時朝4時かな朝4時ぐらいにあの僕今日ねあのー、今日の朝4時ぐらいにあの昨日スタジオ練習あったんですよ春ツアーの春ツアーの4月からの春ツアーのガチ練習入ってそれで家帰ってきてでずっと起きててそれでなんか なんか知んないけどすっげえなんかうん分かんないけど分、うん、かんない本当に分かんないんだよなんかどん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 なんかわかんない頭の中がこうダウナーに、ね、なっちゃって鬱っぽくなっちゃってでもってこんばんはそうそうそうお茶ばっかやとねいやガチでが疲れたわけじゃないいや本当になんかいろんなこと考えたのかないろんなこと考えつつ急になんかけど急に来るんだよだからいつもね言うけど理由がねえんだよ こんばんは、うん、俺本当にそういうマジで病,病気だからさ俺俺そう打つマジで昔から、うん、昔から理由が理由がないんだよそう理由,がない理由がないのが病気じゃないですかある意味、うん、俺本当にいきなりいきなりもうずっとこのねあのー、そう16歳の頃からずっとなんですよ、うん、もう22年間16歳の頃から22年間ずっとなんかいきなり上がったり下がったり ねはっきり言っとけ上がってんの下がってんのはっきり言っとけ野うさんこんばんは相鬱じゃないけどわかるそれみんなもね精神科学ね、別に相鬱病とか精神病じゃなくてみんなって分かって分かってくれるっしょ分かってくれる人いるっしょまああるし菊坂、うん、くさかんらこんばんはこんばんはいるっしょうんだからさ「本当ないの本当はだからみんなからなんで?」って言われるけど自分が一番わかんないそうなんだよ いやこれ結構俺あるんだよ本当に俺結構あるんだよこれマジで自分がなんかこうやっていき,いきなりだ,だからもうそれだから病気なんだってだから薬飲んでそれだったら喪鬱のエビリファイとかリーマスとか今まで飲んできてんだけどいろいろねいろんな喪鬱のね双極性のう出されてあ飲んできてんだけどまあやっぱ結局だからそう,そういう薬飲んで,で、うん、あ病気だけど自分がやったわ分からんけど書いてきない今薬もらいに来てる今晩寒いから余計紳士に来ますね 手ぶれは俺は今震えてんだよ本当によ。ねえ悲しくて悲しくて。なあ悲しくていとおしい悲しくて悲しくて震えるって。あ西あ西野カーネ。精神薬がザす。手が震えてんだから手が震えるのは10代の頃からこれもねあの僕あのなんかなんかね世界に怯えて生きてる蔵がついに。 正に世界に怯えて生きてるからこれも本当に小学生の頃から精神薬ありうい、ん、す小学生の頃からなんでこれ,これなんかこうやってスマホ持ってんだけど今、うん、これずっと本当手が触れるんだよいやこれ本当にもうほんとこれは小学生の頃だなるほどね、うん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 、キャスやってくれてありがとうなんかけどまあまあ確かに俺も久々だよねフリ,フリーのツイキャス、うん、自分しか理解できないとこもある、うん、フリーのツイキャスもそう久々ですよねこんばんは まあ久々っていうかまあど,どうだろう大阪大阪以来だっけ23週間ぶりか23週間ぶりぐらいじゃねフリーキャスや仕事帰るやつお疲れさまやつい聞けてうれしい前に言われたフルエースをかなり久々こんばんは23週間ぶりだよそれでも忍た <laughs> ラーメン行かねえやばやる今忍タマラーメン行ったらお前人,人を引っ殺すか俺が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 車をまともに運転できる状態か俺こういう時絶対車運転しないからな 俺は絶対気をつけて車っていうのは運転したら人をねこ,これは人を人を殺す機械だって、うん、もう常に思うようにしてるからあのマイカー車マイカーマイカーマジで車は人を殺す機械だってそういうことをだからちゃんとね俺ちゃんとマジでだからこそら俺のなんか俺のねボロいボロい系ねボロい系なんかさあのさ発信って言うと口で発信って言うとあのねなカーナビの人が 今日も今日も安全運転でよろしくお願いいたしますでござるって言ってくれるんだよおばちゃんがあれあれ結構引き締まるんだよマジでカーナビのねおばちゃんがさそうくの位置がこんばんはカーナビのおばちゃんのくの位置がね今日も安全運転でよろしくでござるって言ってくれるんだよこんんあれあれ結構引き,引き締まるからあれマジでないっすおばちゃんあれなかったら俺多分もう引っ殺してるよ誰かうんマジでこんばんはくの位置が ためになる忍者乗ってるの忍忍者ってカーナビだよカーナビ忍者じゃねえよカーナビゴサルってカーナビは言うのくのいち事故ったらまジシャレにならんシャレにならねえよマジでベイキャン最高でしたのこさんかっこよかったさあるぞあのねちょっと本当にねちょっと待って待ってお待ちはないや久々にこんなコメントフリキャスがやっぱね今簡易限定と違う違うくてやっぱいつも言うけどフリキャスがとんでもないコメントねお前らの愛あるコメントが最初ね最初のなんかねあの15分 15分がブワーってきて30分後は全然来なくなるの、うん、ずっとお前お前らずっとコメントしとけよねえ1時間後2時間後でもや最初だけなんだよなこれ、うん、あ1時間ぐらい経つと会員限定と同じようなる、うん、ゆっくりゆっくりゆっくりコメント最初だけなんだよ最初だけ愛の弾幕が「アルチューだろ」ってこんばんはいやだからアルチューって昔言われた俺アルチューって小学生の頃からアルチューなんだよちげえよ <laughs> 小学生の頃からこうやって震えるみたいな、うん、これはそうなの アルチュじゃないよ俺は精神薬はざうつ状態になってもユーモアあるのこ子さんが好きいや俺だから今まだ大丈夫俺マジやばかった <laughs> 本当にこれ今笑ってっけど俺ね結構マジ死にたいっていや俺もねなんかもうなんだろうなだから今日今日のちょっとなんかコメント見てるねコメント見てるね今日の早朝なんですよ今日の早朝の4時4時4時かな4時とかそんぐらいに俺本当に死にたくなってうん本当に死にたくなって そう死にたくなってこのここうちの団地って5階,5階が最上階なんだけどその5階から飛び,飛び降りようかと思ってそう大体俺飛び降り自殺って決めてるから自殺する時は飛び降り自殺って決めてるから5階からそう思いっきり飛び降りて頭から行こうかと思ってぐらいに考えてマジで行ったの寒い中クソ寒くて <laughs> 超寒いそう超寒い <laughs> ガタガタ震えながらさガタガタ震えながらそう泣きながらラリリながら。 そうそれも精神薬いっぱい飲んでさねっマイスリーも飲んでマイスリーも入れてぶち込んで精神薬もねなんかいろいろ飲んでさねそれで酒も飲んでさこんばんは、うん、酒も飲んで <laughs> もうラリっててさもう泣きながらさでも結局ねあのねそこまで行ったんだよ国会の手すり前掴んでさ、うん、でも結局やっぱり 死ね、なんかし,しなかった生きてます結局生きてるよあ、うん、結局生きてるよあ、うんばんは大丈夫かいな今は大丈夫だけどさ、うん、まだなんか結局生きてなんか結局無理だってなんか俺は昔からこんなんなんだよ俺ほんと10代の頃からさねあのさあの千葉ニューのイオンの近くのさマンション忍び込んでさそのマンション忍び込んでその屋上 屋上までさ行ってさその時その時もねその16歳の時とか17歳か忘れたけどそんぐらいの時ああそう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 10代の時は何回かやってよ俺10代の時はあその飛び降り自殺未遂ああ20代の時もやったよ言ったら20代の時もやったことあるようんなんかねけどねなんかなーそうああ ベランダの手すりにまたがって引き返すのを繰り返している。何があお、お前もなんかそう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 それある <laughs>。それきだからそれさ俺昨日もしたんだけど <laughs> 俺それ昨日したよ <laughs>。寒い中 <laughs>。でも結局だからあのしなかったよ。うん、これじゃこれさ俺さこれマジだからね。うん、このなんかさお前らさねなんかイ地ュアルな人間がさどうせお前これさ メンヘラアピールしてさ、信者もっと囲う過つもりだろ、バカ野郎とかさ、ふざけんな、バカ野郎。おい、ガチなんだ、この野郎。<laughs> ガチなんだよ、この野郎。ほんまは。ガチなんだよ、クソガや本当にニヤ、セシヤガールザス。本当に実際、事実としてやってたんだよ、本当にクソガムカつくな。まあ、別にいいんだけど、別に信じるも信じないもあなた次第だから。信じるも信じないもあなたし第だから、別に勝手にしてくれ。 マイスライザンス、うん、分かってる分かってるいやいやまあ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 、うん、まあこ,こんなもん結局別に僕はしてなかったからね、うん、お茶場グライザンスいつもまあだからね結局かまってちゃうみたいな感じでね死,ぬ死にます死にます死にますって言って死なない男だ死なない男だもんな,よな結局な、うん、死に損ないとしてずっとやってるもんな38年37年間私もたまに死にたくなっちゃうな何とか言ってだまあ、言ったらこれみんなもそうじゃん みんなもいっぱいいるだろうなお前らみんなメンヘラだろお前らなんかどうせみ,み,みんなメンヘラだろうが、ね、みんなメンヘラで死んでるやつもさいるっすさうちのファンねなん何人かとど、うんえー、まってくれてメンヘラですで,でそうメンヘラみんなメンヘラだろ <laughs> お前らみんなメンヘラだろ <laughs> いやだから死にたいってかほんとそういう時あるじゃん別にいつもじゃないよ俺だっていつもじゃないよ あていつもじゃないんだけど本当にね極端にあったりするときあるんだよねいやほんと極端にあるときあるんだこれなんか死になんか死にたいっていうのがな波がそうねわがそう俺特に俺はやっぱそう打つのあれもあるしさ起死燃料あーたまにね根底は目減らす人類みんな変わっちゃう突然ねコントロールできないよコントロールなかなかできないときはできないって感じ、うん、できないとき昔よりはまだなんか 上手くなった気はするんだけどそこらへんもただやっぱねえ今日こうなったからね <laughs> 今朝こうなったからまあ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 ちょっと分かりません分かりません脳の,のねなんか脳みそっていうのは迷宮じゃないですかもう自分でも自分が分かんないじゃん自分でも自分が分かんないじゃんね自分でも自分のことって分かんねえとこあるじゃん迷宮だよ分かんねえよ うんいきなりなるっていやそうまあいきなりっていうのはなんか,なんか予兆とかあるんだろうけどなんかちょっとねダウナーな感じのことをちょっと考えたりとかなんかそういうのもあ,あると思うんだけどねラリって言っちゃうのまあ大体俺がね自殺する時はラリ,ラリって言うと思うよラリって言っちゃうと感じだと思うよオーバードーズってわけじゃないと思うけどまあ大体精神薬と酒決めてもう本当にねだからそれこそさ今までもさ俺さ あれカりでリで切ったりとかさね頭切ったりとかなんかしたときとかもさねあんなもんラリってるわけじゃんねラリラリって今までやってきたけどさラリってるわけもうじゃん、えー、世界がつまらないのかな今も我慢してんのってえー、な何よリ,リスカってことこんばんは、えー、勢い勢いな勢いないようなそうだよいだい大体自殺って自殺とかって自死って勢いって言うじゃん自殺って勢いで、ね、い勢いって言うじゃん、ね、勢い勢い勢いって言うじゃん自殺って 変なスイッチ入らんでよかった入っとるよだから入ってよ変なスイッチもう大丈夫な今はちょっとだからねちょっと落ち着いてこんばんは今でもちょっとなんかダウナー気味はちょ,ちょびっとあるけどまあ全然消朝よりは全然マシ全然マシ出るときは気をつけて出ちゃうんだと思うしねえああ衝動的そう、うん、リスか今も我慢してるのあ我慢してるっていうかいやだから今日はあ,あ,あ,のあったらもうだて捨ててるんで俺カミソリカミソリ俺 なんかみんなも教えたと思うけどカミソリ捨てたって言ったじゃんカミソリ捨てたんだよ俺全部マジでうんカミソリ捨てててそうそうそううんカミソリ捨てたからだからカミソリだから違うカミソリあれば昨日切ってたようんカミソリあったら俺は昨日切ってましたようんこれこうやってねちょっと見えねえかそう腕腕こうやって切,切ってましたよカミソリうん カミソリがあれば切ったんだけど俺全部捨て捨て,て捨ててたから捨ててたからやっぱりね親父と住んだらどうですか親父と住んだら親父にカミソリね、あのー、切,切っちゃうから俺うん親父と住めないそう親父と別居した理由はだからねいろいろあるけど一つやっぱ一つとして親父と殺し合いしちゃうから、うん、だから俺親父とあと18歳か17歳の頃別居したんだようん これ殺し合いしちゃうこれ殺し合いしちゃうから本当にうに、ん、そういう感じ包丁はうちにあるただ包丁は包丁を使うっていう確かにあのなかったその時うん今朝包丁を使うって包丁うちにあるよ、うん、それと時に気づいたら包丁でやったと思ううんあーそうそう私のチッターにもあったでも代わりに飛び降りしようとしたらリスカより死ぬ可能性とかまあそうだね、うん、血のつながりあやこしい親父もリスカするの親父もリスカしないよするわけねえだろ するわけねするような人だったら喧嘩しねえよ親父リスカするような人だったら僕のパパがねパパがね愛すべきパパがリスカするような人だったら喧嘩なんかしないよむしろ本当にアカシアさんまさんしゃべちょっとアカシアさんまさんよりちょっと喋らないみたいなアカシアさんまさんみたいな感じだからうちのパパ親父じおはね親父元気だよ親父全然元気だよ、うん、マジ元気だあいつあのハゲうんだから親父親父と俺はさ あの全然さ、ね、自殺が悪って風潮やめてほしいねあのあの親父が親父が悪って風潮親,親父はさだから,あらかそう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 ,そういう人間性でだから俺は喧嘩すよく知ったんで10代の頃からこんばんは正反対もう正反対だあいつマジあいつマジ顔面だけだよ、ね、イケメンなとこだけだよ、ね、俺,俺と親父、うん、イケメンなとこだけ。 知らないためのリスクだから遠慮しない方がいいと思うまあまあそうなんだよね俺もそう思ってんだけどさなんで死にたいのよだからなんで死にたいとかがだから理由がないって俺もいつも言ってるけどあるんだよ絶対どっかではもうなんかねけどねやっぱねいや単純にもうなんか嫌にな,なんかね泳げたい役くんの歌詞じゃないけどいやいやなっちゃったまあい,いねいやっぱ、まあ、そんな泳げたい役みたいな <laughs> まあそんなが毎日毎日働いてるわけじゃないんでうん そそれれが病病気気ななんじゃなくてあーまあそれも病気あまるよだから親父とねねバトルするのも、ね、だからその時はだから言われたら俺ボーダーだからボーダー診断されたからね境界霊境界霊診断されたからでもわかんないだから今境界霊って俺だから10代20代前半22歳ぐらいまでかなわかんないけどその時ぐらいまで境界霊診断されたから俺今もう38歳だから、うん、なんか37歳だから別にそんな境界霊とか今はない どう思うから親父と住んでもね親父と住んでもねそんな殺したりなんか殺そうとしたりとかしないと思うんだけどね家に火つけたりとかうん、うん、私はボーダーだったけど多少何挽回何漢字が読めない今はボーダーな感じはしないねいや違うお前らと話す分にはさ違うんだよお前らといい距離感なんだよお前ら俺ぶっちゃけお前らとは寛解お前らとはいい距離感なんだよリスナーってこれやわかる リスナーってのはいい距離感なんだよ。ね、お前ら、例えば俺,俺のさ3センチさ先にさ、ここにここにお前らいたらさ、絶対殺し上がってるよ。あマジマジマジ。うん、<laughs> 絶対。別に親父,だ親父っていうわけじゃなくてお前らでも、うん。だから俺は元カノにもそういうことしたことあるし。そう。うん、20代の時ね、元カノにもそういうことしたことあるし。うん、そうそうそう。だからね。 あ別にぶん,殴ったこぶん殴るまではだからこれ何回も話しかかんぶん殴るまでやってないけど平手打ちまでやったことあるから、ね、俺あ暴力振るったりあるよ、うんえー、体調よく、えー、絶対攻撃されてるわ、えー、かる誰とも一緒にいられない目の前にいると違うね野呂さん自身もつらいんだよね殺したくなる気持ち出てくるからまあ、殺すっていうか野呂、まあ、さんの猫パンチ受けたら自分がつらいね気持ちわかるわ僕画面から3センチの距離で見てるふざけんなお前この野郎離れろ イラテ打ちでもき生きてゆく私もゆるって生きるしいや俺けどまあ、だからマイペースに生きてるよ俺はめちゃめちゃマイペースにマイペースに生きてるよ俺は俺はマイペースに生きてるよねあ特にもう37歳でさね双極性で彼女に暴力を自殺ミスやりましたまあ俺と俺と同じじゃねえかこの野郎なこのゴミ人間が<笑><笑>いいじゃんゴミでも年も同じくらいですよ <laughs> <laughs>、うん まあまあまあいいじゃん。まあゴミでもいいじゃん。なんでもいいじゃん、ゴミでもさ、クズでもさ。<laughs> ね何なんでもいいじゃねえか。ただやっぱまあまあ、じゃやっぱ俺もね、俺もだから周りになんか暴力とかそういうのはやっぱなるべくしたくないしさ、そういう時自分も気ぃつくもん。自分も気ぃつくからさ、それお前らにさ、コメントでもさ、ね、死ねとかお前らに死ねとか殺すとか言う時もあんじゃん、ぶち切れて。ああいう時もやっぱ自分もやっぱね、気ぃつくもん。まあそういうもんだよ。ね、それはみんなも分かってくれる人いると思う。うん。まあいいや。 反省して気をつけたな。まあまあ、でもとりあえずみんないつか知らない。私は川にこもるタイプ。ワイもたまに彼氏にボコられる。うん。本当に思ってるの。本当に思う。いや、瞬間瞬間だもん、配信は。瞬間瞬間だもん、配信は。うん、それは本当に思ってますよ。で、殺すって。うん。殺すって俺が言ったとき、死ねって言ったときはほんとに死ねって思ってる。配信なんて、だって瞬間瞬間のさ、アートじゃん。瞬間瞬間のアートなんだからさ。な、うん、そんなもん瞬間瞬間だよ。 うんそん時は思ってるでも配信終わったあねやっぱログがね YouTube の何でもいいけど YouTube のログアートが見るとは自分のね配信ログが見ると「うわ」ってなんでこんなことこいつ言ってんだろうって「うわークソだなこいつ」とか「何で,でこんなことで怒ってんの?」とかもう本当に昔からよくある10年前からそう10年前からほんとやっぱここは安心するって何が賢者タイムがあるのかあるよ プロレスだと思ってるぞいやお前は思ってるかもしんないけどこっちは思ってねえよこっちはプロレスだとだってこっちだってお前たちは1対1で話してると思ってるかもしんないけどさねこれ昔言ったことあるけどお前らは俺と1対1で話してると思ってるかもしんないけど俺は例えば今だったら 1, 1対561人と話してんだよ俺はよな一対561人と話してんだよああいろんな言葉浴びてるんだよあ,あそうそうそうこんばんはあ,あの大阪慶祐だからほとんどのコメント読むし俺 全部のコメント読むしよなえ僕とノコさん対談じゃないのまあ、頭おかしいのかてめえ。本当に病院行け、てめえ。なパニックにならないパニックにならないって、いや、パニックにはならねえけど、えそうだなの、こっちは忘れがちだけど、そうだよ。そっちに、ね、は俺た、たまにこれ言っ,か言っとかないとな。うん。のこさん、みんな相手にして、そうだよ。いろんな言葉を浴びてるから、やっぱりねいろ、いろいろなりますよ。いろいろなるときは、うん。まあ、いや、この話、ちょっと話しそれました。話はちょっとそれました。とりあえず、まあ、い,いや、元に戻す話。は、う、い、ん あーちょっと待って。はい、ちょっと待って。コメント読むのすごいよね。いや、そうだこんなにコメント読むのやつだからいねえよ。いねえよ。いね,いねえだろ。いねえよ。あのコメント読むの速さすごくて。いや、俺しかいないよ。俺のこさん一人。いや、そうだ一人で。一人だ,、えー、だもんね。のこさんいや、挨拶絶対返すとこ好き。はい。この前、なんだかんだ初めて彼女のライブ現地で見たんだ。最高あいさつ。あい,あいのこさんのトークが一番好き。でも、向き合ってくれるの嬉しいよ。お久しぶりです。お元気ですか元気ねえ、バカやろ。タイトル見たわてめえ。 うん、今ちょっとけど元気はねやっぱ喋るとまた出てくるからそうそうそうあのとりあえず僕だからちょっとまた途中から来た人もいますけど今朝はね僕ねあのここうちの団地5階で僕2階住んでるんですけど、ね、うちの団地ね5階で5階で2階住んでて住所もバレてるんですけどね住所お前ら知ってんだろう書くなよバカ野郎なあのうちのうちの住所うちの住所じゃねえうちの団地はうちの団地はあの, 5, 5, あの、ね、5階建ての団地なんですよ。 五階建てのねボロい団地地区も40年40年50年ね地区40年50年のボロい団地住んでてそれでねあの僕それの2階住んでんの2階でその5階5階まであんのでもっと昨日今朝ねあのちょっとねなんか死にたくなってそうそうそう死にたくなっちゃって今朝の朝4時朝4時ぐらいに死にたくなっちゃってそれでまあなんかそうそうまあとりあえず深夜3時ぐらいに死にたくなってで酒とか 酒飲んでそう酒飲んであのね酒飲んでマイスリーとか,なんか民剤とか精神薬なんかちゃんぽんしてなんかラリってでもってなん,かな,な,なんか泣いたりもしてでもっておなんか落ち葉からあんま記憶もちょっとなんかちょっとあれなんだけど、ね、記憶もはっき全部が全部覚えてるわけじゃないんだけどとりあえずそんな感じで流れであの団地の5階屋上団地の5階まで行って、えー、そこで飛び降りようとしました。はい 飛び降りようとしました飛び降り自殺しようとしましたはいこれ別に本当にパフォーマンスでも何でもないっすはいあのキャラ付けでも何でもないっすねあ、僕のあキャラはもうもともとあるかメンヘラキャラはねあメンヘラの教祖様だからね僕はメンヘラの教祖様としてそういったキャラはまあもともとあるかそのそれに対する手こ入れでテコじゃいありませんてこ入れじゃありません手こ入れをしているわけじゃありませんはいてこメンヘラをそ,うその手こ入れをしてるわけじゃありません だから本当にマジでガチであの純粋にマジでほんとちょっとねだからそのね結局だから5階まで行って飛び降りさせしようかと思ったんだけどできなかったうんできなかった分かってるよ生きてくれたって手こえるじゃない高いとこまで行くだけでもワンクッションあるそうクッソ寒い中さクッソ寒いそう寒いのによく行ったんで、よく行ったんですよクッソ寒かったよ あでもって5階のさ、まあ、手すり手すり,な手すりあるんだけど団地団地5階のとこにも手すりあるんだけどうちの団地ね手すりをこうやってさあのねもうなんかちょっと朝,朝4時ぐらいだからちょ,ちょびっと明るくなってきたぐらいのなんかなんか感じのね風景を見つつ涙を流して崩れ落ちてさでもってさうずくまってさ下に <laughs> そ<う> <laughs> 下にうずくまってさ 団地のもうねなんかね虫とかいろんな死骸とかいっぱいあるかもしんないけどそこ <laughs> そう,うずくまって泣いて <laughs> 別に叫んだりはしなかったよだから叫んだりはちょっとねしなかった、うん、叫んだりしたらやっぱ近所迷惑だからそこら辺の理性はあったそこら辺の理性はあったそうそうそううんお金中に出ていやだから叫んだりしなかったからでももうなんか静かに。 <laughs> みたいな感じなわけうんそうそううんそう朝そうそう朝時だったからまだね、うん、まあまあまあうちここなんかじいさんばあさんいっぱいいるからねなんかねは八せになんなくてよかったよじいさんばあさんだとね朝散歩とかいるじゃん八八線になんなくてよかったよ、うん、言いたんだねそうですでもってその後と家,家帰ってね僕はねもう何回自殺未遂したんだろうってね そうもうかれこれもうほんと30回40回してるよマジでリアルなリアルなね数字30回40回50回してるよ本当に自殺未遂なんていつまでも心底ないの神聖かまっちゃうんだなってまさに神聖かまってちゃうんですねって昔の自分を思い出す飛び降りって昔の自分って思い出すって言ってもやっぱさ違う俺なんかさ今でもたまにあるんだよなんかさたんまにっていうかまあ少なくなったよ俺37歳で。 あ俺だって10代の頃はこんなことよねよくあったよ10代の頃は、うん、こんなだからささっきも言ったけど飛び降りね自殺未遂よくあったよ自殺未遂あ昔は10代の頃とんて私も自宅自宅マンションが降りようとし,して椅子まで外に持ってきたことあったなああなるほどねうんうそうそうそう今年おタンプリ用意してるから知らないでよ 近所ターバーに登ろうか考えたことある。やっぱ皆さんありますね、いろいろ。椅子用意したり、ターマンとか。シー内でいイデ配信してくれたらと、ね。なたやシーで、生きてて紙一重で最高。野間ちゃんは知らなくてよかった、こんばんは。生きててほしい。これはエゴなのかな。いやいや、それは僕はエゴでもいいです。あの僕は単純にあの本当にね、あの本当にか嬉しいですよ。感謝です。か感謝してます、そういった。なんかすいません、だから。逆にすいません。本当にちょっとご心配おかけしまして、こういうことを言って。精神悪あざす 心臓がないの子も好きで、私はプレイズアイザス、こんばん、静止やからえけ、えっ、ー、と、さあ、あの、そ、それ、じゃあ、あれ生きて、脳せより先にし死ねないな、えー、死ぬのはいつでもできるはずっと知らないで、えー、私、この前初めてカバチャライブ参戦したばっかりせまた仙台、あ、また仙台行く行く行く。謝らないで、いやいや,すいや、そこはちょっと謝らせてくださいよ。僕はちょっと、ちょっと、まあ、ちょっとね。まあ、でもやっぱこういうこともね、 まあ、ちゃんとちょっとね、あ配信では、やっぱね、ちゃんといいい言うっていうこともね、僕はね。あ僕はちょっとやっぱそういったのリアルをやっぱちゃんと伝えたいからさ。そうそうそう。お茶バックするからまあしゅうのよ。そうですねえ。その状況聞いてると泣けてくるな。でも、いや、そうそうおかおか、おかえりも、これフェイク、これ本当にフェイクじゃないからね。マジで。謝らないで。これだから、本当リアルだから、今朝の。うん、そうそうそうあ。今朝のリアルだから。 あこんないきなりなんかね飛び,降り飛び降り雑って俺結構ひさなんか久々,久々かもしれない俺もこれ飛び降り雑なんかしようって思ったなんか死にたいってのはなんかね去年もあったけど飛び降り雑で実際問題なんかで5回まで行ったみたいなうんなんかガチなんかガチでもう本当に飛び降りよっかなみたいなそこまでなんかね行動に移してでも久々だな俺マジ久々だななんか悲しいことあったいやなんかわかんない前後関係 あまあ、ちょっとはあったのかもしれない悲しいことがあったっていうかなんかいろいろんかもうもうなんかいいやみたいな何だろうなもう全部、うん、もう全部もうなんか,なんか全部もういいなんかもう全部もういいやみたいなさそんな感じかな、うん、全部もういいやみたいな感じかななんかなかなか言語化が難しいんですけど残せ SNS 見てるってのいいが SNS 見てるよたまに。 ちやざすたまたまに見てるツイッターとかにちゃんとか、うん、にちゃんとか見てるよあったクじゃ休もう疲れてるのかな自分を責めないでいやわかるよその勢いで飛び降りた人生休みたくてせせ静止薬を出すあーなな何あ何休みたこんばんお久しぶりですなんか全てどうでもよくなる疲れたのかねまあそういったのもわかんないけど静止薬を出すうん剣紋見てる剣問いたとかも見てるよ うん、剣紋板とか見てるよ、ゴちゃンね、剣紋板、うん。私も、うん、あのあちゃんとあのせ政,治政治関連のね、政治関連とか安倍晋三とかちゃんと NG ワードにして見てます。はい、僕、ちゃんとはティンチンクル使ってるんで、剣紋を見るときは、ちゃんと NG、NG、NG 入れて、NG、NG 活用して見てます、僕、剣紋は、うん。こんばんは。うん あいつ剣もいたってだってなんか結構政治のなんかうるせえじゃん、うん、うるせえじゃんこんばんはうんそうそうああスシローペロペロ NG じゃないっすよ、うん、政治関連は特に剣もいたってさ「安倍晋三安倍さ安倍沙安倍ん安倍ちゃ,ん安倍ちゃん」みたいなうるせえじゃん <laughs> そうそうそうまあチンクル使ってるんで僕兄ちゃん見る時。 お砂糖入れたホットミルクのもういやそんなこと何年だよ今今だったらまあなるけどねけど今その俺だからけどさお,お茶漫画家さん俺さっき起きたんだけどさえ何か食べましたかって食べてないよ食べてるわけないじゃんもう何も食ってねえよあ昨日スタジオ練習あったんだけどそこでは食った災害とか地震系は NG ということ陰謀論的なえチンクルって久々に聞いたちゃんと見えないようにしてるのしてるしてる今年二十歳ですあお誕生日おはようございます ね、長生きするか分かりませんがお互いね <laughs> まあ人生そんなもんだよ二十歳ってもうだからこれからなんか社会に揉まれてくんでしょねああまあ自殺したは自殺したでそれは俺だってそうだもんある時あるよねああこんばんはだ大丈夫大丈夫どんどん人生なんかそんなもんだから生きる意味なんてそうね生きる意味なんてこんばんは、ね、生きる意味なんてそうそうねなんかね うん、スタジオでなんか問題あったねえやん <laughs> スタジオはものすごいなんか仲良くね楽しくやってたようんスタジオ練習はあの本当にだから毎回言うけどあの結構その仕事のこととか関係ねえのよ仕事のこととかうんそういうの関係ないの全く俺なんか死にたい理由は、うん関,係ないうん、関係ない関係ない関係ないスタジオを使いさバーナナのジュース飲まない何それ寂しいって思ったりするの当たり前じゃんスルスルする。 よくするよ寂しいって俺寂しいあれやだもん意味なんてない,な,いないから好きにしたらいいよね意味もなく落ちる時あるよでしょだからこれコメントでもみんな言ってんじゃん意味もなく落ちる時あるって関係ないんだねそう のごたたにはこれ作曲始めましたのこさんの言葉聞くと本当に心が落ち着く足りねえだろこんなさもうさ落ち落ちおね自殺自殺みね死ぬ寸前の男のさねえ37歳でさねえあのさあの仕事もなくてさ死ぬ寸前の男のさねえこんなさねえ夕方4時からさな夕方5時4時じゃねえか6時からさなあ無職みたいなもんだよ今あそんなもん落ち着きに決まってんだろお前らや働いてる連中とかや特にや あけんだもんねやら,ら仕事ねえよ親戚かまっちゃうに命救われてるガチでありがとういやありがとうすいや嬉しいですありがとうっす、えー、結局自己嫌悪がゲーになったことが多いです自己嫌悪ね何なんだろうね俺自己嫌悪ってまあある時あるんだけどね確かに俺って常にね自分のね才能は天才でね俺最ねなんか僕最強みたいな俺最強みたいな時は確かに自分愛してるから。 でもねやっぱねそんな俺こ,こうは言うけど毎回毎回こうじゃないから、うん、自分クソとかそうそうそういう時あるから謝ってるじゃんあっ毎日会うとね毎日と、うん、そう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 いやあるんだよ俺もだから配信で昔からさ俺天才とか、ね、俺は自分を愛してるとかそう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 みたいにずっと言ってんじゃんでもやっぱりさいつもそうなわけないのいつもそうなわけないんだようんだからいきなりもう俺ってもうダメだみたいな。 俺はもうダメだって。ね。俺はもうダメだって。そうそうそう、あるあるある。だからそういう時も全然あいっぱいあるんだよ。うん、それも時あるんだよ。剣をと戦いながら自分を愛してるのが最高だ俺はもうダメだって、ね。俺はクソだとか。もうでもダメだ俺はって。なんかいろいろあるよ。いろいろある。うん。この配信でまた上がっていくかな。いや、もうすでに上がってるよ。だって、こんだけ喋って。配信する前、ちょっとやばかったもん。もうちょっと。なんかメンタル。うん。 ノコ、えー、さんでもあるのかあれ決まってんじゃん俺だからあるだろ俺でも俺だからこそいっぱいあるだろそんないろんな面がね曲聴けば分かるだろ曲聴けばね曲曲に出てるよ俺新生母ちゃんの今まで出してきた曲に曲曲聴けば分かるよえー、っと人間だからねそう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 よく配信してくれたよノコさんだかっこよくてさの俺,俺も自分イケメンなのにダメだ死にてってなるときあります あずねあそうそうイケメンとはそう,そう関係ないよなまあのこさんクソあったら私もっとクソだよいやいやそん,なそんなこと言われちゃうとあれなんですけど <laughs> これ張り合うのやめようぜ俺俺俺俺僕だってクソだよってなんか言い返したくなっちゃうから <laughs> 俺のがクソだよって言い返したくもん言い返さないけど言い返さないけどいやだって俺だってさお前らさ俺のこと全部知ってるわけじゃないじゃん 別にクソってそのクククソソソはでもいろんんなあるじゃんクソのジャンルもさクソ,そのクソの内容でもいろいろあるわけじゃんうんだからさそうそうそうクソ選手権開いちゃうようんしゃあないぞ俺だって配信さずっとさねもうさ500年間やってきてるけどさいろいろバーって晒して喋ってるつもりでもやっぱり別に全部晒してはいないとこもあるからね多分なんだかんだ晒してるけど うん、晒してるけどやっぱりいつも言われるんだ能子さんやっぱり結局ミステリアスだよねって昔から言われるんだよその通りだよ、うん、その通りミステリアスでもそれは結局俺がやっぱりそういうなんかねだってここも社会だからさここも社会だからやっぱ配信も配信も社会だからさだってそうだってそ,そうやんね見えるようで見えない アーティストはミステリアスであってほしい。うん。な謎深い人間でそうよね。結局自分すら自分を理解できないんだよな。そうだよ。そう,そうそうそう。人間のフリッシャー。そんなのみんなあるよ。ミステリアス。生きてくれてよかった。社会だよね、ほんと。ノコさんのノコさんでダメでもノコさんだからそれでいいです。いや、ちょっと言う。なんか早口言うでやめてください。はい。謎だから余計興味はきます。えー、こんだけ喋ってんのにだから結局僕謎,謎だからね。廃止は社会。いや、廃者ってこれだって人間社会じゃん。んお前らとこうやってね、喋ってる時点人間社会じゃん。ん だから俺もさだからさやっぱこうやって配信にな,るなってる時って俺は結局やっぱりあ素じゃないんだよ素じゃないのうん大島涼介じゃないののこさんかまちゃ以外の人間関係よく知らないあ仕事大島,大島涼介じゃないんだよのこさんなんだよのこさんなのうんのこさんなのこんばんは面倒そう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 配信スイッチあるよあるあるある あのだってお前そんなもん当たり前じゃ逆の立場になればわかるだろ配信スイッチ入るのこんなさ配信さ開いたらさ500人がさリスナー待ってるって500人がリスナー待ってんだよお前そんなのさお前,はお前逆の立場になってるよ500人がいきなりさコメントバーって来てさスイッチ入る決まってんじゃん俺お前らと同じだよ弱い人間だよ俺お前らと同じ弱い人間だからねてかお前らの方がお前,お前らより弱い人間だと思ってるぐらいだよ俺は。 繊細で弱い人間だよ。俺はお前らより。俺はお前らより、ね、繊細で弱い人間だよ。だと思ってるよ。マジで。こんなペラペラ喋らない。そう、だから、うん、刺激的だよ。ある種刺激的だよ。だから、この、やっぱね。うん。頑張ってるんだろうな。うんだから頑張ってる。だから金くれよ。うん、金、金くれよって。<laughs> だから金、金くれよって言ってんだよ。<laughs> いいぞ。なのに配信はすごい。のぼちゃんはずっと見てきたから、だから配信って楽しいけどね。楽しいけどね。 うん、た楽しいよ配信は。おちばかいアイドルさん大好き。残、えー、さん繊細。セ当たり繊細に決まってんだろ。極気系は分かんだろ。でもやっぱ強い人に見えるよ。だから強さと弱さを兼ね備えてんだ俺は。な神聖かまっちゃん。うん。マイスラーアンスマイスラーとね。強さと弱さを兼ね備えてるってのはさ。だから極気系よ。極気系は分かんだろ。てめえ。本当にや極系は強んと弱さを兼ね備えてる ね、あの大島ねっ能島涼介君があってわかるだろうあの曲聞いてもな頑固だよねって俺頑固だよ俺超頑固だよ社会だよって弱さは出せ,出せないのこさんすげえ曲もっと聴けます聴けやフリキャスタートと強い時はめっちゃ強い繊細なまま強くて魅力的曲に出てるねだから好きそうだよ当たり前じゃん曲に曲に全部出してるから配信なんてやっぱたまにピエロ演じてっからさピエロ演じてっからねピエロ演じてこうやってね わかんない劇団員までいかないけど、ね、演じてるまでいかないけどなん,だなんだろうなまあ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 でもまあピエ,ロピエロモード入ってるよなうん、うん、繊細だからいい曲書けるような気がするえ繊細だからいや繊細もそうだけどいやいい曲書けるってかまあなんだろうないい曲書けるわかんないけどうんまあパブロ・ピカソの言葉を借りるとねピカソが言ってたな、ね、ピカソピカソがこう言って 言ってた確か、うん、優れた作品を書く、ね、あの芸術家は優れた作品を書く芸術家はやっぱこちゃんと孤独孤独に引きこもるってそうちゃんと孤独を持ってるって、うん、ちゃんと孤独を持ってるってピカソは言ったねあでもそれは本当にそうです俺はそう思うよ俺もそう思うハゲドースのハゲドでウでもこれけど 当たり前じゃない。俺も当たり前だと思っちゃうけどね。うん、当たり前じゃないかな、これ。ハゲドウです。うん。孤独って作品制作の材料。うん。孤独を感じるのも才能,で才能だよ。ええー、陽キャリアジュアーティストってい,いるのかないや、いるっしょ。よく聞きます。ハゲドウ。うん。 優れてない作だからピカソいわく優れてない作品を描いてるれね今でもね今でも優れてないようなか作品描いてる連中はもうこ孤独孤独,孤独に引きこもってなかったりとかなんかもう孤独孤独と向かい合ってないんだよ自分自身自分自身と向かい合ってねあ,あのもう深いとこまで深いとこまで深いとこまで向き合ってないからなんだよせやねせやねそうだよね TikTok アーティストとか妖怪リア充じゃない知らねえあんま最近。うん見てねえから。うん精神の独居壕。逆に孤独を持たない人っているの。そんな人の方が少ないと思う。うるせえバカ野郎。いるよ。うん孤独を持たない人もね、い、い,、まあ、いねえよ。まあ確かにねいない、いないっちゃいないかもしんねえけど、まあそれでもね、あのね孤独をね、孤独の作品を埋めないってのは想定度ってことや、そいつの孤独は。うん。 そいつの孤独はその程度ってことなんじゃないですかピカピカ、それ本当に。<laughs> ピカソ曰く。あなあ。TikTok なんかあげねよ。自分と向き合わせた結果孤独な果て。陽キャに見えて実は暗い人いる。え、俺はってなんかたまに陽キャって昔から言われるよ。あこんだけペラペラ喋って、残さんって実は陽キャですよねって。うん、えー。孤独のグルメ。ピカソも青の時代とは。 つまり、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ひ、ひりは天才いや、ヒリヤは天才って、だから程度の差があるだろう、孤独と向き合う、そのさ、ヒリヤでもなんかインサイト閉じこもってる、あ、セシアーがあるぞ、お金の、あ、あるぞ、セシアーがあるとあのね、まあまあなんかヒリヤでもなんかわかんない、ひと、あのね、閉じこも、閉じこもってるやつでも家にずっとね、あの死ぬまで閉じこもってる連中でもそんなもん、向き合ってはどうです、アーティストに限っては。アーティストに限っては、やっぱそうだろう、そんな孤独,孤独の時間をね、どんだけ持つかとかさ、 いろいろあるんだろうなうん、じゃあやっぱ孤独の時間をね持ってあとは俺はだからね毎日毎日ね本当にね10代の頃から自分と向き,あ向き合って自分とね全問答全問答を本当にねあの1週間に5五、まあ、回っていうか5日間やってるからね、うん、週,5週5週5週6ってか毎日やってるってか毎日、ね、ほぼ毎日ほぼ毎日やってる俺 うん、全問答ほぼほぼ毎日やってると思うよ、全問答うん。うん。ほぼ毎日全問答してます、僕。自分と、そう、自分と会話。うん、10代の頃から。うん。瞑想なんかしないよ。うん、ほぼ毎日やってると思う。うん。敏感な人は敏感ですよね。しんどすぎてどん詰まらない。いや、別にどん詰まったっていいよ。うん。だってす好きなんだもん。好きなんだもん。こういった言い方が。好きなんだもん。 自生し,しかしなかったからこれをやみまくったから自生やめたら鬱減ったと思ったけど知らないうちに限界まで溜まるようになった何,何言ってんだか分かんないけどなるほどねえよのさんすごいねえ。へこむってまあへこむ時もあるよだから自分にどんなこと聞くのどんなこと聞くのってだからさいろいろあんじゃんそん時そん時でさ自分と向き合ってさね あ自分とは何ぞやっててね自分の生き方あなんかこれでいいのかみたいなこととかさね自分のさあまた打つかまた打つは必要何うるせえなうつ病なほんとメンヘラどもがやなあこんなことペラ,ペラ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 喋ったってどうせ俺はしなかったんだよ <laughs> <laughs> 別に死んで死んで俺とりあえず俺に限ったら死んでねえや今あ死んでねえや飛び降りなかったよ昨日は メヘラどもがうるせえな。おめえはてめえらてめえら、メヘラテメえラメヘラテメラテメラで、おのおのね、なんか、あるだろ、俺に聞かなくても。俺に聞かなくても、おめえら、おめえら、おめえらであるだろ、そんな。まあ、そのメヘラじゃなくても、なんかそのね、おのれの生き方、生き方、生き様っていうのはさ、あるだろうが。俺はおら、美学があるからな。美学があるから、何よりも、美学。 自分のやっぱ生き方美学いや美学は大切にしてる、うん、やっぱ美学は本当にずっとあるからね10そのこれも10代の頃から美学美学、うん、美学やっぱほんと強いと思う、うん、美学はやっぱ強いと思うよこれ、うん、だから美学美学哲学あと誇り、うん、だからまあ言ったら美学とか哲学ね自分なりの美学,美学とか哲学あるからにしてそのね誇り 自分のことをやっぱだ愛,愛したり俺ね愛したり誇りに思,思えたりもするんだろうね新生かまっちゃんとか俺とか、うん、だろうな、うん、それでもやっぱね今,日今朝みたいにね自殺したくなるときもありますまあそれは僕もやっぱ病気なんで精神病なんではいいや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 ーちょっとねもうねああなかなか僕ねあのねそうあーあー なかなかちょっとねーそう自己相手って言われ僕ちょっと2日3日前だからさ診療内科行ったんす月1で月1で面くり行ってるからそうその時はまあまああいつも通りさもうさ,あのさ10分ぐらい話してさ10分ぐらい話してね申請会長活動どうですか?」。いや全然最近は仕事ないっすないっす。 ね、でもやっぱちょっとあんまり眠れない時があってそう最近眠れない時もなんか相変わらずち,ちょびっとたまについててそう眠れない時がなんかあってみたいなでも全然大丈夫っすよみたいなそうそうそうああなるほどあーあーあーあああって10分で終わって、うん、それでねあマイスリーとエビリファイとそうマイスリーとエビリファイとリーズとヨッカンさんもらいましたはいああその時は大丈夫だったうんだからだいきなりだからさこんなんさ まただから来月、来月、まあ言えたら言覚え、言え,言えたら言えたら言うよ、うん。エビリファイ同じ、だから双極性のやつでしょ。大丈夫。そんな感じなんだ、いつも。うんだ。まあまあ大体そんな感じ。校内ーーライブとかできなかったら嫌だよね。いや別に。リーゼ何ミリリ,リーゼ。リーゼ俺10。うん。えー、トンプクかな、リーゼ。トンプクリーゼ。リーゼなんかラムネなんだろ。めんくりってちょっと良くなったりしますか良くなったりしますかって、よく、良くなったりするっていうか、良くはなるよ。 飲んでる最中は。飲んでる最中は、もうラリって最高だもん。もうふわーって最高だぜって。あやっぱドラッグやったことないからわかんないけど、ドラッグやったときとかってこんな感じなんだろうなって。あー最高。あーお茶もぐらいです。ああ、そうそうそう。ああ、やっぱ、あ精神薬やっぱ決まったときやっぱ最高だよな。ああ、そうそうそう。用法要領、用量、用量守らないでな。ああ、そう,そうそう。ああ、そうそうそう。飲みすぎてないか。ああ、そうそうそう。 うん、だからだからこそねよっんさんはなぜか落ち着くお茶みたいあ精神薬あるぞのこさんこんにちはたまにバット入るいやバットなんかよく入るよバットなんてよく入るよだからまあとりあえずだからお前ら、ね、さっきのなんかコメントあだからあのあんまりねだからお前らいつもこれはちゃんと言うけどこんなんだから <laughs> あんまあれ飲まない方がいいよ精神薬、うん、余計悪化するよ <laughs> 悪化する人は悪化するし悪化する人は悪化するし俺やっぱねこれ配信でもう10年前からやっぱねあの敬語敬語じゃなくて敬輪敬章だ敬章鳴らしてるんだけどリスナーお前らね敬章鳴らしてるんだがやっぱりあれだよこのね精神薬とかあれこれ両方用量飲んだとてね医者の指示したがって両方用量飲んだとってやっぱ。 自殺した人って俺はこの人類史あのー、10億人言わると思ってる10億人もっといるかもしれないね、うん、とりあえず10億人っていうとこ10億人言わると思,う思ってる俺はうんだからそれ,ってのそれはだから結局そ,その精神薬を飲むまで飲む必要がなかった人までね医者に勧められて飲んじゃってどんどん悪化しちゃって自殺しちゃったみたいな人。 うん、これ俺10年前から配信で言ってんだけどうん、そうああやっぱねそうなんですようんだからそうそうそうああそれは本当に俺はねあると思うようんあると思いますよああだって言ったらこれもだってさマジでドラ,ドラッグみたいなもんだもん精神薬もドラッグみたいなもんだもんああ俺大麻とかやっぱり当にやってこないから分かんないけどさやっぱそういったドラッグみたいなのと俺は一緒だと思うようん だから昔から降りてんじゃん、合法ドラッグだって。ほいほい出すんだろうね、医者も。まあまあまあ、心療内科の人たちに、ね、あんま悪いように言いたくないんだけどさ。ね。あの人たち、あの人たちが頑張ってるから、ね。悪いように言いたくないんだけど。うん、早く大麻解禁されたらいいね。え大麻大麻解禁されたらもう速行俺、大麻やるよ。大、う、麻、ん、配信するよ。大麻もやりてえよ。大、う、麻、ん、やりてえよ。 野子さんが一番やみやすい時間帯っていつ頃ですかいや時間帯とかあり,ありません俺俺ほんとラピッドサイクラーって昔からそれもやっててあの総局あのねあ,あのあ総局のさねラピッドサイクラーってのがあるんだけど俺それもなんかまあ最近はちょっと聞いてないけどなんか30代前半までは診なさいってラピッドサイクラーそうラピッドサイクラーっていうもううん時間帯とかじゃないんだよほんといきなりジェットコースターみたいにいきなり。 みたいな今でもだからそれ,それっきあると思うけどねラピッドサイクラー俺うんそれ診断ねずっとされたからさ俺ラピッドサイクラーうんその双極性でもうんうんそうそう時間ないね俺は、うん、夜だからとか朝だからとか関係ない関係ない関係ない俺本当に時間はな関係ない、うん、関係ない急にそう急に来る急に来るよほんと あ急に来る急に来ます果実中うん大変だね同じ急ですよこんばんはそれは大変だ急に来ると疲れちゃうねこんばんお酒飲むんかい飲むようん飲むよだって俺ちょっと病んでたもんだ病んでたもんだからこの配信さ始め,る始める前まあ今もちょちょちょびっとちょびっとちょびっと病んでやち,ょびちょびっと病んでるからさ酒飲まねえってやってらんねえや、うん、急にタンス バッと入らああどこさん絶対病んでるって思ってた、まあ、病んでる病んでるまあ明日はねなんか割り負いしないでね割り負いまあしても別にいいよ、うん、いさっき起きたばっかなんだけどね俺俺さっきあの時夕方5時ぐらいに起きましたもう最近昼夜逆転ばっかりしてますこんばんは。 朝の8時に寝てあの夜の9時に起きるみたいなとかあそんぐらい夜の8時とか9時とか7時とかそんぐらいに起きてる生活してるうん知恵ずっとずーっと <laughs> そうそうだから目覚めたらもうなんか日が沈んでる同じタイミングで映ってる冷蔵庫紹介するそれで夜中泣いたら余計だね 今日は朝ままで配信し、ま、ですかわかんない朝まではしないと思うけどご飯食べた食べてないよご飯なんてたくさん筋トレしてご飯なんか食べてないよ、うん、今日付き合いでビール飲み行ってる朝帰ってこいよ早く俺と飲もうぜなあ俺と飲もうぜおい帰ってこいよなあ付き合いでよなあそんなわけわかんないさクソハゲ上司とさなあクソハゲと飲んでるんだったらさこっちの ハゲってね、こっちのハゲってこっちと、こっちのカリスマと飲めや。こっちのカリスマと飲めや。クソハゲ上司。お前らハゲって、あ、俺さ、これ、ここ、ここでも言っとくわ。お前らハゲって、セクハラなんだよ、今。知ってるお前らあれね、ハゲってね、今ね、セクハラなんだよ。うん。知ってる知らない人いる多分いる、いると思う、これ。うん。知らない人いると思う、お前ら。 ね、そうだよハゲって人にそうあこれセク,アセ,クセクシャルアラスメントなんだちなみにこれまあ日本はちょっとまだそう,言われそういう風潮ないけどアメリ海外はそう海外はそうだよイギリスは完全にそうイギリスは完全にセクハラです、うん、男の人とか女の人でもねセセあのハゲって薄毛,ゲ薄毛とかハゲとかいうの薄毛とかハゲとかいうのセクハラなの、うん、これはもうイギリスはもう完全にそう うん、多分だから日本でも多分そうなってくよ日本でもそうなってくからうんそうそうそうだからポリコレポリコレポリコレのあれもよなポリコレのあれもあれも要するにとうとうやっとなハゲにまでね目を向けてくれたなポリコレのあれもよなポリコレサンキューなおめえらポリコレどもよなあいつまでたってもハゲだけはさ仲間外れしてやがってこんな12年間 やっとハゲ仲間入りしてくれたからポリコリ連中やおいつっとにゃずっと俺はほんとポリコリに関してはハッて思ったかんねなんでおめえらいろいろなんかさルッキズムがなんだとかいろいろなんかあんじゃんなんかルッキズムがフェミニストがとかなんか分かんないけどいろんなねあの人種差別だとかねいろいろあるじゃんね肌の色で人種差別だとかいろいろあるじゃんなんでおめえらハゲには目を向けねえんだってずっと俺はねあのハンカチをさ あの噛み締めながらさ泣きながらさ待ってとうとうちょっとねあの来ましたよのこさんの時代来たああうんうんそうそうそうおじさんのあげるのはデフ,ォデフォルトだと思ってるよえおじさんのあげるのはデフォルトいやおじさんってまあまあ大島ハゲってないやろうるせえばか <laughs> そんな言い方やめろ俺今ハゲってないよまだこんばんは俺けど 俺はけどハゲてないけど今まだハゲてないけど最近ちょっと薄毛気にしてますうん最近なんか違うちやだから前も言ったじゃん前もフリキャスでも言ったと思うんだけどさ自分のさあの竹内さんのさライブ動画ベイキャンプとか最近上がったろああいったライブ動画見るとさうわってうわってなんか髪やっぱ減っとるわって思ってさうん髪減っとるわってうん思ったりとかね そう,そう,そうあーそっかしら気になんないけど思ってたんだ俺はねうんいや俺別にまあそれライブ動画だけじゃなくて普段でもね普段でもベーキュアはげてなかったけどそのね普段そう普段じまあ配信外で普段ん鏡見ていや俺ちょっとやっぱ焼きてきてきて,てるなってうんまあ遺伝だからしかないんだけどねうんちなみにうちの親父はね うちのハゲ親父はまあうちのハゲ親父っていうかうちの家系はねうちの親父もハゲてるしお,おじいちゃんもするっパゲでそうママんとこもそうそうそうママんところも、あのー、そっちのおじいちゃんもハゲったん完全にハゲ家系なんで完全にハゲ家系なんだ,なんだよねママんとこもハゲてんだよおじいちゃんうん薄毛のサラブレッドそう逃げ場がないだからうちの親父にもさ 兄貴はちょっと18年間会ってないから分からん俺兄貴は本当に18年間会って,会ってないし画像すら見たことないからそうマジマジマジ兄貴兄貴ハゲてんのかな分からん俺そんなん親父に聞いてないからちょっと分かんな、ね、い <laughs> 兄貴はちょっと分からん分か,れ分かりませんちょっとはいわかりませんはい うん、兄貴がママにじゃん兄貴って顔,が顔はママになんだよどっちかっつうとだからね頭皮もママにだったらふさふさなんじゃない、うん、俺は顔面俺の顔面イケメンの顔面は親父に親父になんだけどそう親父,にな親父にで頭皮も親父,親父になっちゃって親父受け継いじゃって、うん、親父に聞いてみなよ。うん 母方はそういうがハゲたらハゲまあいいや、うん、兄ちゃんがボーボーかもしれない髪があるのお子さん見れるのも今だけそうだよそうでこれマジで、うん、今だけっていうか髪が髪がなくなるのはマジで 50, 50代とかになったらほんとちょわからんなちょわかんない50代60代50代60代はマジでつツルツルなんかもツルパゲになるかもボーボーズボーズ、うん、俺やっぱねバーコード頭とかそんな見苦しい感じにはしないから、うん うん分からん50代60代なったらボ坊主じゃん、うん頭皮いじる予定ないのねえよなで頭皮いじる予定って,ってな改造人間かそれなで頭皮いじる予定って,って <laughs> 仮面ライダーにもなんのかハゲても好きやで当たり前じゃんいやそんな分かって分かった上で話してんだけど余裕で俺今余裕で話こういう話するときお前らにさ余裕で話してんじゃん それ分かった上で話してんだけどお前らが俺がハゲっ陣遣りっルりっ遣りっ遣りっってもね釣りピカハゲマル君でロックンローダー鳴りやまないピカーとか言ってもお前ら別にそれを受け入れてくれるってのは分かってて俺はそれはその前提でこうやって、ね、余裕余裕で話結構余裕だよだ自分ではなるべくね嫌だから自分では余裕っていうけど自分では自分ではやっぱハゲたくないからそうそうただお前らを信頼してるお前らを信頼してるって意味では余裕ハゲても絶対お前ら嫌いになるやついないだろ いないだろい、うん、いないでしょ。俺いないと思ってるマジで。うん、俺がツルピカハギマラ君になっても。で曲,曲さえよければ。ね、楽曲楽曲だもんだってそりゃそうじゃん。新生かまちゃん続けてて配信続けてで楽曲作品ね。作品がさやっぱさねとんでもねえ曲作,作り続けてるみたいなさそういったとこ,とこだろやっぱ、ね。芸術だよ芸術。なんそんなこと分かっとるわ。人間性もまあ人間性もあったりとか人それぞれですけど。ね。 そうそう芸術とか人間性とかそう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 ね魂に惚れとるまあまあまあそうそう残さんの残さんだからねかっこいいハゲいるしねそうはね俺けどかっこいいハゲになると思うけどな、えー、絶対嫌いにならないロックンーまあまあいやハゲちゃうやめろハゲもう曲が好きになってたい大やけどして顔が半分溶けちゃっても好きよあ,あハゲてもロックンロールならりやまないそうだよハゲの棒からいなくないいるわ ハゲのボーカル俺が俺がいるわピ。でもピクシーズとかいるよ。ピクシーズとか、ね、スマッシュパ,パンプキンズのビ,ビリー・アイルシュとか。カウィーっと・ボーズ、ヒゲ・ボズ。野さんの作品と人柄は魅力なんです。まあ、いいやとりあえず、魂え、まあちょっとっ、コメント多いな。ナミヘイもいいよね。あいつも描くいいよな。まあとりあえず、ビリー・コーガンか。そうビリー・コーガン。 えーとひげの歌作り始めたらおっとって何か、まあ、とりあえずむしろか池おじハゲ話が止まらないだからまあとりあえず僕はとりあえず今のところはまだねあのねあの頑,張頑張ってますハゲ防止で頑張ってます最近コーラやめたからあのコーラコーラとかエナジードリンクがあのハゲを抑止させるって何かニュース見てそれで僕お茶とか水になりましたもうコーラやめた、うん、コーラやめた、うん、そうそうそうコーラもやめたそうそうそうあ,あとお茶 お茶,カテお,茶お茶飲むと緑茶とかカテキンってのが入っててカテキンカテキンってのが入っててそれが髪にめっちゃいいからそうそうそうそれもだからねお緑茶緑茶もちょっと飲んでる本当にやめたうんそう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 だからもう水も飲むようになってよ水も、うん、時々コーラ飲みたくなるだってもう最近の話だもんうん「うん」<laughs> いや「誕生日緑茶いいよ」自分で買えよ緑茶あったら。 自分でかはげる職員はスト8位コラあってよね。そうだよ。あくるみ健康的、ジンジャーエールは、ジンジャーエールもダメだと思うよ。うん、まあとりあえず炭酸はダメ。あ電気毛布だよ、今。だ寒いんだもん。まあとりあえずね、ちょっとはげて、だから俺、どれも誰で怖いっても、だから、はげたくないんで、頑張ってます。頑張ってげないように そうそうそうううちの味からさだからさ予言されたのは10代の頃予言されたのはさお前涼介涼介聞け涼介お前涼介だよなお前俺の子供の涼介あ涼介か涼介お前聞け涼介お前はあの35歳ぐらいになったらお前はハゲてくからなって覚悟しとけよってこれもうすげえ覚えてんだよねでも俺まあ今37歳じゃんまあ一応つるっばけにはなってハゲてないじゃんまだハゲ,ハゲてはいないじゃん うん、でもなんか親父はね35歳からなんかなんかハゲてくみたいなつなんか徐々に徐々にかな忘れたけどなんかそんな感じでいったうんそうそうそう俺はだからまだ全然まだふさふさじゃん髪生えてんじゃん、うんうん、でもちょっとやっぱね20代の頃のねやっぱ写真,と写真とか動画とか比べたらねほんと薄毛になってるなってにやっぱ10年前と比べてそう 10年前のね動画とか写真とか見て比べて俺は薄毛にな,な,な,なんかちょっと髪減っ,て減ったようんそれは思うねそれは思うそれは思うそれは思うよ俺が俺が思うってそれ自分でさ分かってるんだからさお前さそれは思うとか言うなよコメントでは、うん、そんなことないよノコさんって言え追い打ちかけんな励ませ励ませよな励だけに。 励ますよ。なあ励ます。よ。うん、本当に。そこはよ。俺もそう思うって。<laughs> 俺もそう思うってよ、お前は。うん、<laughs> 励ますよ。結構気にしてんだよ。だから俺今。<laughs> うん、玉のボーカルもハゲてる。いや、そんな言ってもハゲてもかっいや。別にハゲて。いや、じゃあ自分がハゲるのが嫌なだ,だけでハゲてるロックミュージシャーの人いっぱいいるじゃないですか。 ね、ツルッパゲのイースタンユースの人でもさそうイースタンユースのあのー、ギターボーカルの人ちょっと名前すいません今ちょっと出てこなくてそうヨシ,ヨシさんだっけそうそうそうねそうこんばんはイースタンユースの人でもそうそうそうね暴れるよ,あよしのすみませんヨシノさんですねイースタンユースのヨシノさんでもマジかっこいいじゃんマジかっこいいじゃんねそうそうそう杉ムさんとか、ね、クリトリクリス杉ムさんとかさあのハゲかっけーよなブルース・ウィルスとか ブルース・ウィルスとかかっけえじゃんブルース・ウィルスとかねこんばんはまあ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 いいやそれはそれはもうその時考えりゃいやその時考えりゃとりあえず僕はねハゲる前にねな前も言ったけどそのね髪の毛添えます紫色とか金髪とか紫色に髪の毛添えますはいうんどうせこ,あこれはもうもうハゲつるっぱげになるなって諦めようってなったら俺はもう髪の毛染めるよ あととはももちょっとまたするわ坊主もその前に坊主その前に坊主もね何かしたいんだけどね坊主坊主、うん、坊主もね、うん、坊主もちょっとねどっかのタイミングでしたいなそしたら坊主したらみんなねじなんか心の準備もできるからねみんな受け入れてるとはいえ俺のハゲ姿受け入れてるとはいえなんかね心の準備できんじゃんあの子さんハゲたらこんな感じになるんだってそう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 ねっ。 坊主にすればさ、うん、ここの準備できましじゃあちょっとずっとこっち流してないもう1位かたったからじゃあちょっとこっちねあ,だあのあ今これ真っ暗ですけどちなみに今これ真っ暗だけどあの女装で女装あ坊主で女装バリカンで自分でできますいやバリカンや,やだよバリカンやだよまた来たら坊主にすんのあなんか吸う時はするよ坊主待って坊主にして生えてこなかったらえ生えてこなかったら別にそれでいいじゃん開き直れよ ね、そうしたらお前らおあがめよあがめよ俺のスキンヘッドあがめよ美容院でスキンだから1000円カット1000円カット俺一回だからだからさ知ってる人知ってるでしょ俺1000円カットでそう千葉乳のイオ,ンイオンの近くのイオンの1000円カットがあるんだけどそこであの、ね、あの坊主にしたことあるんだよあのしかも5ミリで5ミリ5ミリで結構ね、あのー、短くしたの坊主うんそれをモノ君だけが見てるんだよモノ君だけが モノ、うん、くんはめちゃめちゃかっこいいって言ってたよ。めちゃめちゃ俺頭の形がいいからそう頭の形がそう後ろ後ろのね頭の形がいいからすっげえモノくんはかっけえって言ってたけどね当時。うんそうそうモノくんだけそう知ってる。うんその時の写真ないね。あ、うん、ってらよかったんだけどね。あ、うん、ってなかったんだけどね。ないなその時の写真とか動画。あってよかったんだけどね。うん10代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 。10代10代10代 十代とか、うん、そんぐらい。うん。うん。あげばえ。もうメンバー全員坊主にしようよ。美沙子もな。悠之助どもな。うん。ミスキンヘッドしたことあるけど気持ちいい。絶対か見たかった。坊主って頭がな,な,なくないと似合う。あ、そうそう。頭,頭がよくねよくないとね。そうつかなパスポート写真より貴重だよ。1代でやそう、十代うん。ぬらりひょん的な頭の形。そうです。えーハ、ハードコアバンドになるね。カタカーでかけ、この野郎。 みさこさんも単髪の金髪のかっこよかった好きやとお風呂めっちゃ楽,し楽そうまあ楽っしょえ毛は好きツアーグッズに出して分かりましたね頭がよくやとモノ君が坊主にしたら日本兵みたいになりそういやあいつ結構坊主にしてんじゃんいつも日本兵みたいになってんじゃん、えー、なんか思い立ってやったらそうだよ、うん、そうそうそういう感じそういう感じみさこさんはしないよまあコめみさこさんはね坊主にさせますちょっとねちょっとちょっとそ,そうそうちょっと あの顔面見せますか1時間経ったんではいうんタバコも吸いて俺普段さだからさ普段あの朝でも昼でも夜でも深夜でもこれ俺普段俺普段これなの電気全くつけてないの。 だからねこれもね10代の頃からなんだけど集中力が増すから暗い方が迷惑くなるよだからもう年々年々迷惑くなってってるよそう落ち着くまあ落ち着くってのもあるよまあそれよりも集中力が増す暗い方がそううんそうそうそう俺いつも本当に10代の頃からこんな感じうんもう普段これ うん、電気代節約っていうわけじゃない単純にやっぱ集中力、うん、クリエイトする時のやっぱさ作曲作曲とかクリエイトクリエイトする時に集中力が増すからだよ、うん、そういうこと、うん、外出るとまぶしすぎるじゃんドラッグ屋とかじゃないよね外出るとだから俺あれ砂になるよさーてさーて砂になるよ明るい曲のこのの中で何 ちゃんと文章置けボーゲーちゃんと文章打てよ。ドラクラかな。ああ、そろ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 と。いやー、とりあえずね、まあ、なんか死にたかったけど、マジで。<laughs> 自殺したかったけど、飛び降り、飛び自殺したかったけど、まあ、今日みんなとね、こうやって話して、話せることがまた楽しいし、生きててよかったわ。うん。生きててよかったわ。 まあ新曲もね新曲も今作ったりするんだけど新曲ねゆっくりとマイペースに新曲作ってたりするんだけどそれも発表できなかったもんなうんああいやー本当にそうだなまあまあでもでもでもそれでもやっぱ死ぬ時はね死にますよ人は俺別に俺,俺,だ俺,って俺,俺だけじゃなくて俺っていう話じゃなくて 突然死ぬんだよ人ってやっぱ落ち葉加えたさ人って突然死ぬんだようんやっぱ死ぬ前にかまっちゃうライブいくらもそう人って突然死ぬんだよなうん新曲を楽しむあーのこさんが言ってるいつの話しああちょっとハイスター俺さハイスターね常さんハイスタのハイスタンダードの常さん 俺さそれさこの話さあのさ僕さこんばんはハイスタンダードのさドラマーの方で常さんっていう方がねいるんだけども僕昨日だからスタジオ練習あって行きの車で行きの車でねモノくんとハイスターのちょっと話しなんか横浜健さんの話とかしねして,してたらなんかそのニュースがなんか出てきて昼間そう。 そのニュース発見してうわーってなって横山健さんの話知ってたのにハイスタと面識ありよ俺あるよ俺健さんとは3回ぐらい会ったことあるようん横山健さんはうん横山健さんは3回ぐらい会って常さんは1回だね1回話したことあるうん難波さんは結構話したことある難波さんはうんで俺結構そのさしかもさ あれ俺さ使ってるさバンドスタジオあのー、昨日もさとあるバンドスタジオ行ったの東京の東京のとあるバンドスタジオ行ったわけですよ新星かまっちゃん練習スタジオね春ツアーのガチ練ガチ練練習スタジオ行ってそこでむしろ結構俺ね会うんですよたまた結構じゃないよたまにたんまにたんまに俺ねハイスターの。 うん、ハイスタ全むしろそこでそこで常さんとも話したしそうそう南波さんも「あお久しぶり」って「お久しぶりです」ってそう横山健さんもね話したことなかったけどそこで横山健さんはそこでもう3回ぐらい話したはいそうでもってだからさまあ俺ハイスターダードはねそうそう「メイキング・ザ・ロード」しか通ってなかったからあんまりそうにわかなんだけどモノくんはね結構通ったから そそそうそうそうモノくんはかなりショック受けたねまあ俺も別にショックだったけどモノくんは相当なんかやっぱへこんでましたよやっぱ子どもの頃から通ったからあいつはこんばんはうん子どもの頃からなんかがっつり取ったからモノくんああそう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 うちの兄貴は多分ね今頃ねあの自殺自殺,自殺じゃないすいませんあのちょっとまあこれちょっとやめようこの話題でなんかね常さんもちょっとまあこれお憶測だからね つえさんもちょっとまだシーン、シーンって出たあまあ、いや、シーンが出たとか、いや、そんなこと聞く、俺も違うわ。すみません、すみません。シーンがどうとかじゃねえんだもんな、こんなんな。あ、出てないんだ、まあ、いいや。わりわり。わりわりわり。わりわり、うん。わりわり。あんまこんなね、あんま、あま、うん、まだ、そうそうそう。うん、まあ、まあや。うん、そ,うそうそう。こんばんは、お疲れさです。そう。うん。 ななかなかのうちの兄貴もまあまあ悲しんでると思うよいやマジマジうちの兄貴結構ハイストマジ好きだったからうちの兄貴の影響でだからさっき言ったメ「メイキングロー・ザ・ロード」だっけああなんか「ステイ・ゴールド」入ってるアルバムあれ聞いたからなあああれそうそうそうメロコだから兄貴メロコア完全にメロコア野郎だったからバイ,クバイク乗り回してね中学時代で <laughs> 中学時代でバイク乗り回してそうそうそうメロコア野郎だったから完全ドキュ,にドキューンだったから。 えーっとあれだね。亡くなられたこと自体がショックだった。高校バンドをコピーするハイスター。うん。中学生、世代的中学生で、うん。兄貴好きそう。いや兄貴兄貴勝ち好きだった。だから今これへこんでんじゃん。うん、そう。その明け残るな。いやでもまた来ないありがとう。いやダメです。はい。また来ないまだまた来てください。うん。いやだからそうだからちょっとね。昨日のスタジオもなんかね。そうちょっとハイスタ。ー ね、メンバーとも縁があったし常さんともまあ僕は1回ですけど1回話したぐらいですけどなんかやっぱ縁があったんでね優しくやっぱね新生かまっちゃん優しくされたんでハイスターねハイスタメンバーにかなり本当にね頑張ってこうみたいな感じだね話したんでハイスタメンバーケンさんもさ難波さんも常さんもいやだからちょっとなかなか僕は。 ぼ僕は僕はやっぱそうはねうん、なんかショックだったねうんそうはねショックだったねそうはねいやけど本当にやっぱなんか人ってのは本当にいきなり死ぬんだようんそうモノ君もモノ君が言ったけど常さん意外だって意外だいや意外でなんかわかんない常さんはなんかもともとんかそういったしなんか メンタル的ななんか危ういとこもあったみたいな感じでなんかモノックははんか言ってたような気がしたけどねうん、元々ね常さんはねね今回ねあの亡くなった、うん、だから本当にねやっぱね常さんにしろのこさんにしろまあお前らのね、まあ、身内にしろだ周りにしろお前にしろお前にしろやっぱいきなりだよこういうのっていきなりいきなりなんだよやっぱいきなりなんだよ双極性あったらしいね。 <laughs> 同じじゃないですかついさん同じだったんだマジでつ <laughs> いさん俺と同じなの双極性障害あ本当に映画で話したえっつさん同じなの俺と双極性障害やっぱだからさ性障害っってやっぱそういうい、ね、まあだからさまあまあまあちょっとね僕もだからね <laughs> 5階から飛び降り自すね今朝ねちょっとねあのしようと思いましたけど。 まあちょっと <laughs> はい <laughs> まあ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 とりあえず生きて生きてます今今生きてるんで今生きてて大丈夫ですよ今生きて,て大丈夫なんで誤解で高さ足りんのいや頭からいけば大丈夫飲脳みそから脳みそねバコーンってやれば頭からいけば全然そんなもんうんそうそうそうね死ねるようん頭から落ちれば うん、うん、シュノって怖い生きてるならはいよかったです、うん、まあまあ辛い時は言ってよ言えないよ <laughs> 俺結構言えないよ配信だったらまだ言えるけどさやっぱなんかツイートとかは絶対俺弱音って吐けないんだあんまり吐けないんだ吐く時あるけど死にたいとか俺あんまり言えないんだよ弱音をでも配信もね 配信スタートボタンが押せねえんだよなか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 押せねえんだようん俺だってだからね昔からさ死ぬ時自分が自殺する時は自殺配信ねしたいなって言ってんだけどあのやっぱりなかなかね <laughs> <laughs> なかなかねむずいかむずいなって感じはやっぱするね実際そんな余裕ないんだねってだってそうじゃん そうじゃんっていうかそうだったもんそんな感じするもんうんそううんまあなちょっといろいろありますわ私も弱ね言えないまあまあねそういう人いるよね絶対のじゃあ心を何まあいいや心中しよう本当にしようなそっかこんばんは辛いってはっきり人に言えないもんだよねちえちゃんに全部吐き出していいんだよ 未遂したい時は誰にも連絡できななかったな、うん、でもそういうもんでしょみんなもみんなもそうでしょ別に死にたいまで行かなくてもなんか俺もツイートしたことあるけど辛い辛いこととかもさやっぱさ悲しいこととかってあんま人にさ言えない人って弱音とかそう弱音吐けない人っているよいっぱいおりるいると思ってるんだけど俺はね吐ける人もいる,いるんだろうけど雑愛心は自分がいら立ちそうあーまあな うん、死にたいって1,000回くらい思ったことあるけど生きてる言わないよでで,でしょ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 ,しょ物心ついた時はずっときついよ一日一日,日あるあねうね鍵開かで死にたいって書いてるああなるほどね全部言うのは無理よ見えないよね言えないから一人でなく情を長い解決するまあそうだよやっぱみんなもそうだよねやっぱねそうそうそうだよね、うん、心配されるのは辛くて言えんああ 吐き出す場所がななくっっちゃった本当に辛いこと誰にも言えない辛い時ほど言えないの生きててくれて嬉しい大好きであらず。と代わりの車に泣いて好きです信頼してる人こそ相談もできないです言わんなかなかあげないうんまあまあまあ死にたいのに自殺ができない理由って何だろうまあまあ死にたいのに自殺ができない理由って何だろうってやっぱそこはやっぱさあのー、結局ビビ,あのビビってんだよ 芋ひい,いてビビっていててビビっるとかもあるしああ、うん、ねまあ大体やっぱ大体そういう感じもあったりするんじゃないうんなあビビってるみたいなうんそういう感じあるんじゃないうんそういう感じうんそう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 ,うーんまだやり残したことがあるから いやどうだろうなどうだろうな結局ビビ結局ビビったからじゃないからまあまあそれ人それぞれだけど自分の場合はどう俺,俺の場合はビビったからじゃないかなわからん宣言通り面識パってあるとねよいしょしてなんとか生きてるよねみんなうんビビビビビったからじゃないかなわからん俺もこれちょっと定かじゃないんだけど <laughs> 定かじゃないんだけどまあまあまあけどそういった面も絶対あると思うそういった面も そういった面も絶対あるとビビってるみたいな面も絶対あると思う俺昔っから死ぬってマジで怖いっすなんか、か分かんなんかねなんか結局行けなかったみたいなねの残さ死ぬ前に処分しておきたいものとかないよあらけねえじゃん死んだ後との子だからどうでもいいよないないないどうでもいいマジで頭や心はに痛くても体は生きたいから葛藤は起きるねあ生存本能がみたいな まあ、わかんないけどさ、えー。死ぬ元気もない。やっぱり怖い。えー、痛いからね。いやい、痛く、痛くはないからね、絶対。うん、高いとこから飛び降りれば。うん。ね、当たりどころ悪かったらいいけど、大体、飛び降りとか痛くないからね。高いとこからやれば。飛び降りれば。ね、高い、ね。高い子は飛び降り自殺するのは痛くないよ、絶対。頭からいけば。ちゃんと頭からね。脳みそパコーンってやれば。うん、脳みそパコーンって、 そうそうそうね水かわりみたいにパコーンってやればね頭から落ちればうんそれはもう全然痛くないよ俺は絶対痛くないと思うよ俺はね保証はできんけど保証はできんけど痛くないと思う絶対俺絶対いや絶対痛くないと思う絶対俺痛くないと思うそれ、うん、むしろだって痛覚だってもう痛さの限界を超えてね痛覚も痛さの限界を超えて麻痺みたいなと思う麻痺 うん、高いこところからそれがなんか頭じゃなくてもから体で、ね、頭から落ちなくても体,ぜな体全体で落ちたとしてなんか肘から、ね、手,の手の肘から落ちるとか何かね、うん、そう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 、うん、だからいた痛さは多分ねもう痛覚は多分もう死んでると思う、うん、もう痛さを通り越してって俺はなんか思うけどな。 え精神科勤務だから知ってる。首吊りが一番だよ。首吊りだって失敗したらだってさ、あれじゃん。ねえ、首吊りだって。こんま、ドキュメンタリー意識あんのかと思った。何ということええ窪塚は痛かっただろ。窪塚はだってバウンドしたじゃん。窪塚9階から飛び降りて、ねアイキャンフライして、あれどっか柵にバウンドしたんだよ、あいつ。まあそれか、それは痛かったろ。あれ、バウンドしたんだよ。うん、あの人。うん、柵に。いい感じに。 あれは奇跡だよ奇跡窪、えー、塚の奇跡あれすごかった、えー、聴覚が一番最後まで残るらしいねああ別にどうでもいいやカナダが精神病でも安楽死できるようになったらしいな安楽死とか最高だよなうんでも俺みたいなやつがいるからね安楽死バンバン選,ぶ選んじゃうから <laughs> <laughs> うーん俺みたいなやつがいるから安楽死をバン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 ね選んじゃうわ <laughs> けじゃないですか ね、そしたらもう人がどんどんいなくなるから安 <laughs> 易、ね、な考えで安楽死を選ぶ人もさ出てくる出てきたりしちゃうわけで安易な考えでねそうそうそうなだからどん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 ねそうそうだから結構なかなかやっぱ安楽死ってそうそううんなかなかやっぱ、うん、あれなんじゃんまあ日本だと特にねスイスとかだっけ おうそうそうそういろいろなんかで、ね、合法化されてるとこあるけどさ、うん、難しいっしょ寝ながら死ねたら一番うだってねなんか寝ながらみねなんか寝てる間みたいなもんでしょ死んだ後ってまあ死んだ後とのこだから誰も死んねいけどまあいいやはい輪廻転生してね輪廻転生して、ね、スライムにね生まれ変わるかもしれないしねうん そうそうそう眠って若い安楽死は切ない簡単に死ねたら人口半分くらいになりそうあ眠ってる間に行きたいですヨーロッパだったら、えー、合法化されてる国あるね大麻合法になるまで死えないよでも人に迷惑かけちゃうような老人になったら安楽死したいあ60、えー、何安楽死六十歳から安楽死 OK してほしい長生きしたくない意識ひょ表明できない人安楽死できないねスライブ生まれ変わるのは猫がいい なんかそんなこと言ったアイドルの子がいたななんか名古屋のななんかねあの子なあの子俺も DM 来てたんだよ俺 Twitter 自殺ねしたあの子アイドル DM 来たんだよなあの子、うん、懐かしいな飛び降りあの子も飛びり自殺したよなうんえー、っとー死んだらどど,どうなるかもず 転生してまた人間にな分からんそんな知らんうん前にはなんか俺前に話したじゃんずーっと前にだってあの子も亡くなったのね飛び降り殺して亡くなったのって結構前でしょもう6年前とかじゃないまあいいや魂の形は、えー、同じらしいか人間に生まれた人は次も人間らしい絶対死ぬから大丈夫70過ぎたら愛楽し認めてほしい 天国でも配信お前さっきからなんかわけわかんないコメントしてるけど天国でも配信してねってなんかお前,お前タイマーでもでにやってんだろなんタイマーさっきコメントでタイマーするまでね安楽死したくないとか言ったけどよもうもう絶対なんかタイマーとかやってんだろ今もう、うん、天国天国でも配信してねって人間に生まれたくない、えー、な人間に生まれ変わるのに9,000年かかるらしいあそうなんだ まあ僕はいつも言ってますけど僕はねあのー、輪廻転生とかは僕は否定しませんよはいそんなこと実際問題僕にも誰にも分か,り、ま、分からないことですしねそれを信じてる人がいる,いるのはさいっぱいいるわけで世の中ねこの世界それは全然これは絶対否定しないようんでも自分は自分としてはやっぱり救いがあるって思うのは輪廻転生がないねもう永遠の無であってもらいたい死んだら死んだら永遠の無であってもらいたい うん、死んだらもう寝てる状態みたいなあもう、うん、永遠の無、うん、永遠の無であってもらえた俺はねそうそう俺はねうんうんリュウクも言ってたね <laughs> あそうなんだ <laughs> リ,ンリンゴくれとかあ,あれ以外も言うんだあいつあいつ喋るんだリンゴくれ以外も、うんうんえー、無かな無か、えー、天国もなあのね無か自殺すると同じ人生やり直すってゆっくり回避してみた うまいあいあつか輪廻転生デスノートの世界観さなあリンゴグレツツに帰ると思って私は無害いいリンしたらいっぱい増えちゃうねもしもあの世があるな今さ今頃電車で満員電車みたいにぎゅうぎゅうに詰め立ってそう <laughs> あの世でねあの世でもうねもうねあの一兆一兆人十兆人ぐらいね人間が死んだ人間がぎゅうぎゅう詰めなってとうでしょ、うん、あんねお前なんかねお前なんかほんとよ幼稚園児だかお前 幼稚園児みたいなコメントしてんのお前うん。死んだら違う生命体が住んでる星に行きたい。ね、そうなのあまあいいや。はい、も、ま、う、あ、いいや。はい。ライスはクジラがいいでかいやつ。えでかいやつあ、無理だよ、お前は。ね。俺たちみんなちっちゃい、ちっちゃい人間なんだから。ちっちゃい、ちっちゃい男なんだから。な、無理無理。ね、ちっちゃい人間がさ、でっかいクジラになるわけないじゃん。懐、懐でっかい、でっかい人間じゃないと。 俺みたいな俺,俺みたいなやつがクジラ投げるなるや輪廻転生でまたみんなに会えたらいいなそんなこと思うのまあまあ確かにねまあそれは確かになくはないけどなくはないけど確かになまあ確かにな輪廻転生でまたみんなに会えたらいいなって輪廻転生があるとしたらね俺は,し俺は信じてねえけど <laughs> まあ完全にねうん輪廻転生ってかまあそういったね そういうような転生輪廻転生したような場所はああるよみたいなぐらいは信じてるけどね輪廻転生は完全に信じてないわけじゃないけどさはあ疲れたやばいなやっぱ今日はすごいダウナーだなまあそりゃそうだよなだって自殺しかけたんだもん生きてるだけでもさ丸儲けだよ生きてこうやってさだやってるだけでも全然いいね話してるだけでもさ十分だよ 今。うん、シラフでシラフで。気圧のせいもあるよって。まあ、なんでもいいよ、俺は。うん。なんか食べた、なんか食べてないよ。ああ。配信もった、そう、載せました。あった顔見せ。今日。 兄夫婦が来て幸せそうでいいなって死にたくなったいやだから人と比べんなよそんな兄夫婦とか幸せそうでいいなって他人と比べるから不幸になるんだっつってんじゃんいつも俺人と比べんね人と比べたらダメだよねうん逆に言ったらそのさ兄夫婦もさお,、ま、お前のこと見てさねうわこいつまだ結婚してないんだ へーゴミやゴミ人間やんって思うね幸せになんか感じてるかもしんないよお前のことうんはい顔、はい、出しました、はい、あとりあえずほんと昨日はほんとにね捨て捨てといてよかったわ カミソリでもまあカミソリはまあまあなんとかカミソリなくてもなんとかなったからね死にかけたけどでもカミソリはちょっと一回いいやまだ買わないわこんばんはうんいやいてんだもんあれもさ俺さカミソリいてんだもんこれうんここいていたい今でもさちょっとたまにうずくんだよ今でも もうなんかさ1年経ったけどさ今でもたまになんかうずくんだよ傷がそうそうそういてんだよあんまねなんかね嫌だよで切りすぎって深すぎってだからさな,なるもんなるときなるもん、まあ、それでも死ぬよりはマシなんだけどねそれ,それでも自殺するよりはマシなんだけどねだってそうじゃん お前らもだからさ、別に切る,切るのは本当にね、周りから親とか、なんか周りね、なんかわかんねえけど、周りから止められるかもしんないけど、そんなやつ知らないんだから、お前のことなんか。お前が切ることが、せい、せい、お前、規制があったら絶対切った方がいいよ。お前にとって。うん、リス、そうそうそう、うん。リス、もうリスか、そうそう,そう、絶対やめない方がいいよ。お前しか知らないんだから。まあ、それは本当そう。お、ま、前、あ、そんそう。うん。それは本当そうです。うん。 えー、それが自分のスクワイルからリスクはいけたリスクはあと揃えー、ろ知らないためだからリスクはいけるため運送もリスクでショーやり過ごせたな子供の頃うんやっぱそういうの本当にあるからサイン配信の時もガーズあったねかっこよ今のサムネになるな、えー、切りすぎないカミソリあるよねいやそんな嫌で俺ちゃんとあの血が出てほしいから血がピューってもうなんかそう,うそういうのがあってほしいんで切るときってなんか なんか自分に対してもムカついてるからそういうときって自分に対しても死ね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 ってなんか本当に言葉に出して言ってるからさ言葉に出してこうやって切ってるから俺、えー、この前の傷は深かったねうん切、えー、れない髪みそなんかそんなもん絶対やだよ、うんえー、気持ちはいいけど実感し分かる切、えー、ってる時はアドラリンでい出て痛くないのそうです、はい、そっか切れてるだけで痛い昔ちりかみ破れて医者に行った ギター弾けなくなくって後悔してかかゃあ遅いよいいまあまあいよよよやままああ後後後悔悔悔ななななんんしし俺その時はても後悔しないよ。俺はだって自分で選んだ道なんだから。カミソリで切ってさ、ギター弾けなくなりました、ね。それでも自分で選んだ道なんだから。自分ね、絶対俺は後悔しないよ。後悔ちょっと一瞬するかもしれないけど、後悔することでじゃないって思っちゃう。自分でね選んだ道なんだから。うんって俺はなるね。やっぱりいつも。 えっとあーれ何、ちょっとごめんね今日コメント見てるんだけどちょっとこんなこんなこんなモードなんで僕だからちょっとや,や、優しい暗闇夏に半袖になった瞬間腕っ気の傷どうしたんで聞かれるの定番誰にああそれね医者とかねそんなの俺聞かれないよ診療内科でも先生とかにもうん、まあ俺申請かまっちゃって知ってっからな俺うちの先生 <laughs>、うん、だからまあまあ,まあ見てっから別にもともと知ってるんだろうけど。 別に電車でも別にさ、たまに仕事で電車乗る時あるけど別にそんな聞かれたことないよ。人に。ね。うん、満員電車とか。山のせせんで。後悔してばっかりだから元気でた気にしない。無理しないで。暗闇の買った箱の火がつく。職場の人間に聞かれたわ。まあ、それは職場の人間とかには聞かれるんじゃん。夕方のピアノはアコギで弾きながら聴いてるな。えーっと、あんまり相談しないんだね。野こさんは堂々と言て出してるのかっこいい。 うん、別に。だって誇りだもん、これも。これも一つの誇りだもん。誇りに思ってますから。私、妊娠してるときに産婦人科の看護師に聞かれた。聞くんだ、サしろって。いや、別に聞く人は聞くでしょ。心配の意,意味も込めて。精神科の先生はちえちゃんのこと諦めてる、えー。この前、主治医にみっともないからやめなって言われた。悲しかった。それはクソだね。それはやっぱね、ぶん殴った方がいいっす。はい。まあね。目にしても聞かない。傷跡は勲章。 み,みっともないわ、そうひでえよ。ぶん殴った方がいいよリスカート見て嫌な気持ちになるなんてないな。日本中でリスカートがほっこりになってほしい。えあんまあ。ネットでリスカート隠さないと叩かれるけどどうでもいい。どうでもいいよそんな。どうでもいいや。うん。みっともないってやつがそうみっともねえよ。えー、あむかとヒューピオを夏でも七ぶたけで隠したら、何やな,んだなんか、なんか難しい感じやめろ。 それ本当だよね。聞くのなんかやぼ。それは薬ソヒがなそうそうそう。うん、まあ、いるんですよ。切ったらお父さんにぶん殴られた。親父にぶん殴られた。あ、ほんとうーん。俺き、切った時、昔10代の頃切った時うーん。なんて言われたっけな。なんかい、家燃や、それこそ家燃やして切って、眉間、眉間切って血だらけになって。 もうここもここ腕も血だらけになっててそう 10, 10代の時そう16歳とか、うん、16歳とか17歳の時の時とかなんか俺なんだっけな、うん、なんか忘れちゃった、うん、なんかとりあえずなんか、うん、まあトマト親父とかはすごいねなんか、うん、自分本位なこと言ったなあいつ うん。親父、親父はやっぱほんとクソだったかんね <laughs>。昔はね。前が急とかプロレスラーやん。うん。親親が産んでくれたもったいないよっていう、正直少し昔親子もあるわな。昔タバコの火を押し付ける癖があったけど、友達に水たまそうなんて言われたから、なかなかし精神疾患理解されにくい。 兄貴は何か言ってたあいや、兄貴は別に何も言ってなかったと思うよ、あいつ、特に。うん、だって俺、兄貴とだって喧嘩しまくったから、ほとんど話してなかったし、うん、もうそのときには。兄貴とほとんどけ、もうだからめちゃめちゃ喧嘩して、あいつ、俺も俺もあいつのこと嫌だったし、あいつも俺のこと大嫌かったから、うん、全然そんな、かいもなかった。命はって軽いね。 今はお父さんも理解してくれてそうだね。まあ今はね、親父はね、あの変わりましたから。うん、やっぱり本当に、今はってか、まあ結構前から変わ,変わりましたから。実行し合った時よく女子トイレは血まみれになって騒ぎになってた。ああ、それは整理でしょ。お兄ちゃん、メ目ヘラ兄貴、メ減ラじゃねえよ。知らねえよ。ら知らねえよそんな。メ減ラではないと思うよ。だら知らん。メ減ラではないと思う。思う。ただ、ドキュンっていう感じしか知らん。うん。うん。 わしは小学生の頃、親を殺すことばかり考えた。俺も俺も。うん。顔、ちょっとむくんでるかもって。むくんで何が悪いんだよ。うん。てめえのがむくんでんだろ、どうせ。病んでない俺より。ん病んでないお俺より、お前らの方が顔むくんでんだろ。な。性 <laughs> 格一致だったのかなってのには。な、あ、あ、あなんか、あ、そうだよ。兄、兄貴だって本当にね。まあ、殺したいまでいかなかったけど。いや、親父だけで俺、親父だけ殺したいって。 おふ,くお,ふね、おふくろもないよ。うん。おやじだけで俺殺したいの。殺したいと思った。おやじは本当に殺したかった。うん、ついにはむくんでるってのが。そむくむに決まってんじゃん,、うん。むくむに決まってんじゃん。こんな流れで。うん。私はなんで産んだのってずっと思ってるな。なになんで産んだのああ、私のことをなんであんたなんで産んだのって。 うん、あそんなんそうなんだ。うわ、んうん、かりすぎて、えー、えー、何？うん。お父さんそれくらい近いとこにいたんだろうな。近いとこで一緒に住んでたの、うん、ようがん、耐えて頑張ったねって、うん。今はがん、ええ、まあそうっす。別に一緒に住んでたの昔は。お兄ちゃんがい、弟が有名になって喜んでるよ。うん、生まなければよかったとまで言われてガチへこみや。うん むくみひどいからサプリ買ってくる。えー、闇人間が、えー、パリピの精神を理解するのって難しいから逆もすごいく大変だろうね。ネットってほんと最高やな、キモい時もあるが、何かお前だって同じだろう。なぁ、うん、てめえだって同じだろが。<laughs> <laughs> 人のこと言えねえんだろ。高校の担任ずっと殺したかった。 何回も降ろしたうちの一人で生まれたって意味のことを言われました。知らねえや。なるほどね。お前らもそういうのあんのね。いろいろあるんだろ、バカ野郎お前。お前らもなんかそういったことでコメントね、今あったけど、てめえらもあるし、こっちだって言うね。こっちだって俺だってあるし、他のリト想あってあるし、いろいろあるんだよ。いろいろみんないろそう。みんないろいろあるんだよ。みんないろいろあるんだよ。なもんや。 それぞれぞあるよ本当にないやつもそれはさいるけどさ、ね、全くないやつも全然いるけどそう、全くないやつも全然いるけど、うん、全くないやつも全然いるけどこのような,かなようなような全くないやつも全然いるけど、うんま、全くまでいかないけどまあまあ、うん、そうそうないやつね全然ないやついるけどさ、うん、まあ大体の人やっぱいろいろあるやつはいるな。 ちょっと、じゃあ、あの、お前らに気使って、じゃあ、ちょっと配信モードにするからラ、ライ、ライティングも。ライティングもちょっと、ああいえ、もう嫌なんだけど、明かりつけたくないんだけどね。<laughs> いやー、ほんと。いや、一応するよ。大丈夫ってないよ。別に全然いいよ。いや、ションベンも生きてる はあ、正面に来た、うん。いや、ちょっと一回、ちょっとずつ。ちょっとつ、ちょっと,ょっとつ。いや、まぶしい。お茶葉イザンスお茶葉カート。あれ、これ、バレンタイン配信。バレンタインがさ、バレンタインのやつ、お,お茶箱なくなったんだね。うん、ちょっとお前ら、あれ、よこせよ。あの、バレンタイン分、バレンタインの、バレンタインギフト。 お茶箱よこすよ。うん、お茶バッバレンタインお茶バッ、うん、で、バレンタインお茶バッよこすよ。よいしよ、ちょっと待った。お茶バックアす、そう、バレンタイン終わった。チョコ投げてよ。もう一回投げて。<laughs> もう一回投げて。 もう一回投げる人はもう一回投げてください。あ、はあ、おこつける。相変わらずね、うちね、あんま電波悪いんですよ。団地なんで。団地回線ってマジクソなんで。先行です。お茶バックアイドです。団地回線ってマジでクソなんで。そう、相変わらずちょっとね、なんかね、トイレとか行くと、なんかたまに配信切れます。お茶バックアイドサッピーバレンタイン。あ、お茶バックアイね。 また別の方もお茶ばっかあと。あとね。でもなんか追加さ、ニコ生と違って追加だったら安定するんだっけまあいいや、一応行ってみよう。精神薬あるとね、ありがとうのおさん。精神薬あると。うん。あ、精神薬はありがとうす。チョコガーリアス、ハ配信はあと。あとね。精神薬あると。一応電気つけていくよ。 ね普段はほんとまったくここら辺も真っ暗です。全部真っ暗だかんだ俺んち。お茶ばっかアイハッピーバレンタイン。いや、寒いね。確かにね、今日ね。今日寒い、寒い。今日寒いです。今日寒い。あ、マイスリーありがとうございます。チョコ、アートね、マイスリーアートね。 お茶バカアイズアンス。寒すぎる。ハッピーバレンタイン。はい。ああお茶バカアートね。はい、どうぞ。はい。寒いよね。なんかね。寒いね。トイレでもイケメンってイケメンじゃねえんうん。うん。じゃあ、ああ普通にさ、あの、そういうこ花粉花粉症もなんか、今日なんか、さっき起きたんだけどさ。 なんかちょっと家の中でもなんかちょっとなんかくしゃみとかしてさ、うん、あお茶葉ああこれねままぁえっとまぁセシアカートセシアカートこんばんはうん花粉なセシアカートハッピーバレンタインうんやべちょっとうんこしたくなってきたやだやだ <laughs> <laughs>、うん、やめようお茶葉ガイドさす

あれちょっとやっぱ電波不足になったね今今電波不足でってってたわ <laughs> <laughs> ううやっぱ電電波悪いよなやっぱ電波悪いよなクソだよなやっぱうち電波悪いんだよお茶ばかアザすうちが一番世界で一番うちが電波悪いと思う日本で 日本で一番電波悪いようち。いか感ねん最近マジで。あと土曜日とか少し時間あると夕方片付け。どういうことうんこの話なんだそれな。な、な、何言ってんのこの人。隠シェルター。うちも時々隠ついてるよ。ああ。防音にしてるか。いや関係ない関係ない。便秘で死ぬ人もいるらしい。 あいいじゃん。うん。こっちの方が悪いよ。だからいつも悪いんだって。もう最近ここ近年。ここ近年悪いんだよ。ここ近年。うちの団地、マジ。うん <laughs>。画角やんって、そうだよ。うん。 そんな感じよちょっとあとで風呂入ろう配信するわちょっと風呂入りたい <laughs> 久々にツイキャスで風呂配信しようだ,しだから最近ちょっと髪をね髪をの髪を増やしたいからね育,育毛にだからこれがいいからアマゾンで買ったんだよ アマゾンで何ネット回線で IPPPP6 入ってるって知らないわからん。もういいよ、諦めてる。そう、アマゾンでタイムセールで俺買ったあとこれ水。だからマジでこれコー,ラやめコーラやめるから、ね、コーラやめるから、ね、そう、カテキン。このカテキンがね、カテキン2倍。濃い、濃いお茶。うん、濃いお茶を飲んでんだけど、カテキンね、2倍。 うん、コーラやめるコーラやめる、うん、昨日も飲んだやっぱすぐやめられない、うん、カテキン2倍これカテキンってのがハゲに効くんで薄毛に効くんで、うん、薄毛に予防になるんでコーラやめれんのやめれるよ、うん、昨日飲んだけど薄毛予防なんだよ、うん。コーラやめる理由はよってだからハゲるからっつってんじゃん それしかねえだろ俺の俺がさそういうのやめる理由ってハゲるハゲだからなるべくそのハゲ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 るねハゲをさ先伸ばしハゲを先伸ばししたいから今はハゲてねえん、ハゲハゲを先伸ばしにしてから 最近だからもう髪の毛減ってきたってさっきから言ってんだろうん。そんなにハゲてないぞ。だからそんなにハゲてないんだったらちょっとハゲてんだろだから20代と比べてやっぱね髪の毛少なくなったからそう。抜け毛予防ってことでコーラもやめてお茶飲んでんの。うん。それ予防ってことだよ。予防ってこと。こんばんは。 ああ、ゆっしゃんもしてるしね。よっさんも、よっさんとか久々に聞いたな。生きてんのあいつ。<laughs> 配信者、他の配信者、マジで見てない俺もずっとき。生きてるんだ。まあ、死ん,で死んだら、だって、ごちゃんとかですれ立つもんな、絶対。よっさんレベルだと。ョウさんとかね。ョウさんでもタイムラインで回ってくるもんな。うん。配信、有名配信者死んだらな。だから、有名配信者別に死んでないんだよな、多分、うん。死んだら絶対ニュースになるもん。 ハゲ先伸ばし使っていきます。うん。生きてるでしょ。うん。よいしょっと。ああ。いやーこんばんは。俺はちょっと今、俳人みたいになってるな。少し。まあ、人までいかないけど。まあ、いつもちょっと様子おかしいでしょ。いや、これは本当にね、もうね、ちょっとね、あれなんですよ。あれなんですよ、ほんと。 やっぱ昨日やっぱポンちゃんしてさ、ね、あの、ちゃんぽんしてさ、あのさ、さね、マイス酔とかいろいろね、酒飲んで、それでさ、うわーってなって、えー、やっぱそれもちょっと残ってるのもあるかもしんないけどさ、やっぱ気分も別にさ、うん、気分もやっぱ別にそんな、当然上がって、上がるわけね、上がってるわけないじゃん。なあ、上がってるわけねえじゃん。なうん。まあ、はい、まあ、俳人までいかないけどさ。 ゆっくりしてねってゆっくりやるよ頭ゆっくりやるこ、うんな水分だけどワイも昨日、えー、マイスイとサイレースとデパスちゃんぽんしたやばいよお前俺よりやべえよサイレースとデパスなんてよなあ マイスイとサイレンスデパスって。俺、それだったら多分、ほんと、それこそ飛んじゃうぜ。飛んじゃう、うん。飛んじゃうね。確実に飛んじゃう。うん。まだしんどそうって何がまあまあ、けど、だから全然、今朝よりは全然いいって。綺麗な、今日なんか目力あるねって、いつもあるよ。うん、いつもイケメンだよ、俺は。うん。薬飲みすぎあかん。バット落ちでロックオンするなら、今日は私にしてくれな。 あ別にだ、お前、お前でも誰でもするよ。ムカついたら。うん。<laughs> やばいぜ画角安心。精神薬のごったにイケメン、えー。聞かれたかもしれんけど、ご飯少しでも、あ、だからそう、食べ,食べてない食べてない。頭痛い。頭痛くないよ。今日はなんか頭痛くねえな。うー、好き。いやお酒残ってんのかないや、お酒残ってるから今飲んでっかんね。先にちょっとだけ。顔色は良いね。うん、わからん。 マイスリー10粒しかもらえない。美人すぎて、えー、大好き、えー。綺麗な顔、可愛い。私なら何よりかった。やっぱ死ぬほど顔整ってるな。ありがとうございます。はい。えー、話出た。顔が疲れてる。いや、わかんない。だってずっと家にいるからな。うん。まあ、疲れてるっていうか、まあ、それゲッソリしてるだから、昨日ね、今朝の件で。今朝の件でゲッソリしてるぐらいで、別に基本的には。疲れてるっていうか、まあ <laughs> まあまあまあ、そんな感じかな。 えワイモンドもヨガウデ頭痛はなくてよかった。のこさんまだし、し、しろ、しらひ、し,しひ、白ひ,ひげ白ひげ入ってないってね。だ、あ白ひげ、俺けど、あ、ないよ。あの、こういった白髪とか、なんかいろいろ。うん。つ肉食べよう。えぇ、ー、めんどくせえんだって。バンスター頑張りすぎたとか、そんなのよくわかんねえけど。<laughs> はい、してくれて、あと。ね。関係ねえってってんだろ。泣いた、泣いたんだね。 白髪え朝の件の後はよく寝た。え寝た、寝た寝、た寝,た寝た、寝たよ。だからさっき起きたんだって。さっき起きたんだ俺、俺。さっき起きたんだよ。さっき起きたし、あの、最近は、タンプレ何がいいそれまたタンプレ配信、ね、あれもう6月だろ、俺。<laughs> 最近だろ、もうその時いいわ。うん、その時。うん、あれくれ、これくれって。ね、高いね。もう50万円、100万円とか、そんなもんくれって、また。ね。うん。 100万円のクくれって <laughs>。まあいいや。眠れてるかでよく寝たね。えー、たくさん寝てるから。ね、えーは、白髪か。白髪。でもかっこよくない。若いうちは早くは白髪にとく。何時間寝れたの知らねえや。あ適当だよ10。12時間ぐらい寝た,寝たんじゃん。12時間ぐらい。でも最近だからチア逆転してんの、ずっと。最近はずっとチア逆転してます。僕は。最近はずっとチア逆転してて。そうそ、うそう、最近はチア逆転してる。 うん、うん、眠れたのは、眠れたどうだめ。うん、そうそうそう、目がキラキラ。うん、10代くらいが、10代もいらねえよ6月何日まで16。はっきりねえってよかったよ、こう、癖でも。忍たまラーメン食べに行こう。だから行けるわけないじゃん。こんなふうこんな状態でさ。ね。うん、シューティングゲームみたいになるよ。ほんとにさ。ピョ,ピョン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 って人が飛んでくよ。 こんな状態でお前さ、車運転できるか、ボケ。おい。なあ。おっか。うん。まあ、お酒も飲んでるしな。酒も飲んでるから、今。うん。てめえが行けよ。忍たまラーメン配信な。ラーメン配信、ラーメンマン配信、お前が行けよ、じゃあ。お前が外配信しろよ。なあ、こんなさ、自殺仕掛けたさ、 な人間に、人間を使ってさ、外配信させようなんてさ、お前ほんと悪の数軸だな。悪の数軸だな、かん、うん。俺死にかけたんだよ。まだお前の、お前の方が5体満足でさ、精神満足。5体満足、精神満足でさ、いくらでも外飛び出してさ、外配信できんだろ、うが発想が悪魔だろ、うが うん。でしょうん。悪の数軸ショック嗅ぐんだ。<laughs> こういうのこちゃんくるくるって何がれ精神満足。ね。冷蔵庫にめまい危ない。何がだよ精神、ま、一本満足。精神満足したい。あら、うまい。さすが。何がだよ精神かん満足。のこさんに憧れて愛し始めた。一本満足。味噌ラーメン。い何だよ。 お、お二人ともギュって何言ってんのお前。イケメンすぎて切ない。あ、そう。なんか歌のフレーズで。精神、まあ確かにショッカー。脳ちゃん天才です。天才なんかただ言葉だよ。うん、言葉だよな、うん。結果だよ、結果。うん、結果がすべてお風呂置いだけあー、下、さっき下。冷蔵庫に何入ってるあ、別に見せてもいいよ。別にわかんねえ。今何入ってるんだろう。大体 <laughs> ドリンクじゃない大体ドリンクじゃないちょっとあれ乾杯しようぜ。 乾杯しようぜ。絵に描きたい。ベイキャのイジャフト農産音楽はで,できるじゃない。何が音楽あるよ。目バキバキやな。バキバキじゃねえだろ。俺が目バキバキってこれだからね、うん。俺が目バキバキの時はこれだよ、うん。常に。全然目バキバキじゃねえだろ。KP しよう。うん 後ろにパキってる。あんたたち行くわよ。やっとまともに気ぼっちゅう。あ、ごめんね。えー、目を、3行以外はちょっとすぐ流れちゃうんですよ。1行にちょっとまとめてくれたら。えー、目オッケーのバキバキ。えー、バッキバッキバキ。後ろのカービィの方はバキバキだよ。えー、ビー玉のような目。えー、チャイで乾杯、乾杯、KP。早い米、KP。今何時や今もう8位じゃん今もう8位じゃんマジかよ 今もう8位なんだ。びっくりした。てかもう2時間配信してんのか、俺。バキバキというより OD した次の日の目が開かないやつになってる。知らねえ、お前なんか博士か。そうなの,そうなの <laughs> ?OD なんかしてないよ、別に僕は。僕は OD とか1回しかしてこないですよ。ずっと喋ってるのか、俺。ご飯炊かなきゃ。えー、時間すぎ、早いね。はか、何わかるか。もう折り返して。グリーンか、だから乾杯しようと。 お夕飯できたもん。あいや、のこさんと言って2時間や。ちゃんと用法用蜂目まってて、えらい。ちょっとじゃあ焼肉焼くなら家焼くな。晩ん晩晩餐晩餐間、焼肉焼くなら家焼くな。そろそろご飯でおかゆを作りましょうと薬変わってねえって。さっき言ったろ。おも,ちゃえー、ともう明日き来ちゃう、うん。リーマス変えただけだから。えー、懐かしい懐かしい。お,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 お肉お、お魚焼いても家焼くな。 カン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 、晩餐カン。これ、これ、これ、この前配信で言ったんだ。ダッダーン、ウェー、ブルルブルブルル。ああ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 ルあルルルブルあルルルあルああ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 あ

だダンお前らの逆にないでしょ今の若者さ CM 昔は結構こういうのあったんだよ名作 CM の名作ダッダーンとかさダッダーンとかあとは、ね、さっき言った焼肉焼いたら家焼けよってなんかそれと,それとか、ね、昔は本当やっぱ名作あったよね結構他にもね、うん、20代だから幸せでしょいや俺,俺らの世代はね俺ら,俺ら小学生の時結構名作あったんだようん CM の名作「あきらけみよあきらめよ,めよそう死んでいこう」「あなたと生きたい秋葉原」わお「ワオ!で」ってってってててあなたと生きたい秋葉原さとうむせんかお」<laughs> これも俺が小学生の時だからちょっとあのきちょっとね重大代20代はちょっと知らないよね全然わからんうんだから <laughs>。 秋葉原の電気屋さんの CM なんだけどだから名作がいっぱいあったんだよ今の今だってさ今の若い若いね今の CM なんでもう一回やって「諦めよ死にに行こう素敵なサムシング」「トゥ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 ワオ」「トゥ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 あなたと行きたい秋葉原佐藤無線カオ」 カステラが1番、カステラ1番電話は2番、三時のおやつが完全買い、完全1番、カステラ1番、えこれだ、これけど、今でも、これだったらまださ、なんか10代、20代も知ってる人知ってるんじゃないカステラ1番のこれ、ててててて、あ、そうでしょうでしょうでしょう、知ってるでしょ、これ多分、10代、20代は知ってるよね。カステラ1番、電話は2番、3番、何かな、4番で、三時のおやつは文明、文明動で、文明動。 ピアノ打てちょうだい。ピアノ打てちょうだい。って。ね。あ、これも、ね、うん、ピアノ打てちょうだいも知ってるっしょ。覚醒剤や,やめますかあね。覚醒剤やめますかいりますかどっちにしますかそれがあなたの人生その先決めるんですよ。って。そんな CM は狂ってる CM も、だからいっぱいあったんだよ。昭和は。うん、昭和は今,今ほど厳しくなかったから。今ほどきび、ね、寛容だったから、みんな。国民も。みんな寛容だったから。 今だったら絶対炎上すんじゃん、ね、覚醒剤あなたも消えますかやりますかそうでしょうってこんな CM さ、ね、頭おかしいやっぱねほんと思い返してもそうですよあったよね CM がやったエンターテイメントだった、えー、いじめかっこ悪いもたいな言しやがったいじめかっこ悪いって,て,ていじめかっこ悪いいじめかっこつけてももうそんな遅いよはよ全員もう死んじゃえようんまあ 今はコンプラが。うん。もう本当に行かれた CM ばっかりだったよ。はい。うん。そんなあったら、あと。うん。ダメなんか。今ダメでしょ。うん。うん。オリジナルじゃねえよ。CM、CM 名作、本当にこれ結構覚えてるからね。昔は強気ですよ。行かれた時代。うん。やっぱ昭和狂ってるよ。だってさ、パイオツいっぱい行ったんだよ。パイオツ。おっぱい。<laughs> パイオツって <laughs>。おっぱいが。 おっぱいがいっぱい出ったんだよ。うん、おっぱいいっぱい出ったんだよ。ティモテってティモテティモテおっぱいおっぱいバカ殿とかテレビあ、当たり前のようにおっぱい、乳首がいっぱい出ったんだよ。俺もそれ、だからギルガメッシュナイトギルガメッシュナイトとか隠れてんね見たでし深夜。俺が小学生の時ティモテー、あんたは4年寝しなって。パイオーツって呼び方すげえ懐かしい。じ <laughs> じ。 お前らさ、ほんとさ、おい、おい、じじい、おい、おい、いいかげんにしろよ、おい。ついていけねえんだよ、おっちゃん。あこっち、おい、じじい。おい、ついていけねえおっちゃん。あんたにさ、え、強盗したろかおい。おっぱいがいっぱい。でもまあ、ほんとにそんな感じや、マジな。うん。うん。聞いたよー。 うん、ずっと出たパイアツ。でもなんか今、今ってなんか名作 CM って何やんの逆に今のさ、今だよ、今。令和、令和に入ってから。令和に入ってから、まあ、令和、まあ2000年 2000, ?2000 年じゃない。2000だから、まあいや、2020年ぐらいから。2020年ぐらいからさ、めなんか俺、俺浮かばない。楽天モバイル。楽天モバイルってあれ、あれでしょ鈴木園子が、モバイル、楽天モバイルって、あの子踊ってやる鈴木園子じゃねえ。 堀北真紀の家だし、鈴木その子じゃね <laughs> 楽天モバイルは、あれだよ、あれ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 、あれあれ、あの子、あの子、楽天パンダじゃなくて、鈴木その子じゃなくて、あの子だよ。あの、LINE モバイルじゃった、それ。LINE モバイルとしかも勘違いした。LINE モバイルと勘違いした。LINE モバイルと勘違いした。LINE モバイルと勘違いした。l i n モバイルと勘違いした。楽天モバイル。よ、じゃあ、俺、いろいろ勘違いした。もうダメだ。ダメだ、死のっかな。<laughs> 米倉涼子、翼チャンスを注ぐとりあえずいろいろ感じがした俺。いろいろ感じがした。LINE モバイルじゃない。楽天モバイルって何楽天モバイルってあれ犬が出るやつじゃないの、うん。犬が出て、犬が出て、半沢直樹のあ,のあ,あいつも出てて、うわ、ん、楽天カードマーンって。違えよ、楽天カードマンはあれだよ。デビット伊藤だろ。違うそれソあ、ソフトバンクはソフトバンクは俺、分かんねえ。じゃあ分か,かんねえわ。分かんないよ。 何だっけ、それさっき言った楽天モバイルはちょっと俺全然わからんけど見れば絶対わかると思う、見ればお前らが言うぐらいだから見れば絶対わかる見れば絶対にわかると思います楽天,、はいうん、楽天モバイルはいうんで、ハチャメチャやあ何楽天モバイルは結局何なの楽天カードマンはかるけどラよよ米倉涼子な何っつってんの米倉涼子がね何踊ってんのうん転職するのはデューダだ,んだそんな何、ね、統一しろ統一しろ統一,統一とか言うな。<laughs> 統一 <laughs> は言っていいんだよ、統一は。統一は言っていいんだよこのワン、このワードは言っていいんだよ。えっ、ー、と、昔の記憶の方が鮮明なんだね、楽天モバイル、えー、楽天ありょ、携帯料金が高すぎるって高、米倉は高すぎるえ携帯料金が高すぎるって、米倉が高すぎるって何、何おね、どういうこと携帯料金が高すぎるって、米倉さんが、な、何な、何してんの携帯料金が高すぎるって、米倉がなんかしてんの 米倉さんが俺ちょっとそのシーン見たことないかもしれない俺その,そ,その舐めたらあかんだからやめろどうやめろマジでくんな会話はマジぶっこんでくんなどん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 横やりてくんな横やりてくんな横やりてくんな,くんな,くんなやめろマサルからやめろマサルからやめろ米倉が舐めたらあかんとかどんどんなってくるからやめろ混ぜんなえっ VC3000 のドアめだから混ぜてくんなバーゲーどうするアイフルえ だから違う、ヨネクラのやつは何なんだよ、ヨネクラの楽天モバイルのやつは、うん、ファミマ、フーチサ、うん、ちょ、ヨネクラのやつは何,何なの結局何名作なのその2020年かの名作 CM って出して、お前らなんかヨネクラってなんか言ったじゃん、楽天モバイル。あれ結構、結局何そんな名作俺、俺見たことない、多分これ、このその CM。 ゆゆゆの有名人、わがわが有名人、これは俺が小学3年生グレベル、小学2年生とか3年生とか、そんときやったし、ゆす。ゆゆのお,おっさんがいきなりあの玄関入ってきて踊りだして、ゆゆゆの有名人、茶の目の有名人、てててん、今、お湯湧いてる湧いてるよ。 ゃのゆの有名人うんこ、これ、これも好きだった。好きだった。好きだった。曲も良かったし、この曲もいいし、はい。うん、この曲もいいし。いや、こういう名曲とかもあるからね、やっぱね、やっぱね、名 CM って、うん。CM の名作品って、やっぱ曲も、曲もの印象に残るから、そう、曲も印象に残るから、なんか、最近のやつでもあ、なんか、印象に残りそうなやつあ、残ったやつあったあ、ある気はするんだけどね、最近の CM でも、印象に残るさ。 さっき言ったさ、舐めたらあっかん、<laughs> これほんとそう。舐めたらあっかん、人生舐めたら、これはなめめ、ね、ましょうって。ちょ結構、ひわいだよね。この、このひわいっていうか、まあ、俺がエッチだから死しいんだけど。舐めたらあっかんってあれ見ると、ああって、なんか、変にく,くんに思い出しちゃう <laughs> えーっといや、それ古い。えあ、これ古い。まあ、古いけどさ、まあ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 、古いけど、まだまあまあ、そんな50年前とかじゃないじゃん。うん。 そこにいはな、だってあれけど、舐めたらあかんって多分男はみんな国に思い出してよ,よ。うん。ね、舐めたらあかんってなんか、うん、最低ってやめたじゃなくて、結構俺、これみんなそう、男はそうだと思うけど、天道よしみおくんに、そうそうそう。いや、結構俺そういうのはみんな男はみんなそうだと思ってるんですけど、うん、俺最初からそう思ったよ。なんかそっち、そっちになんか、そうそうそう、わってなんかちょっとエッチだなって。えー、っと、そう、だから舐めたらあかうんだね。 なめったらきつくねえよ。俺国好きだから。きつくねえ。うん。歌系の CM って何がねなんか、なんか、なんかね、タカスクリニック昔じゃん。ゃあ最近のだよ。ぐる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 、コミサンス、グルコサミン。ええー、ちょっとわかんない。最近ので、最近のになんかそういった曲含めてなんか印象に残る CM なんかあったっしょ絶対。あ、で、で、で、まいが、でまいがぷいぷい、スイスイスいイ。あ、これ、浜ちゃんのね。浜田、浜田の。 浜田の、ね、出前マ確かにそうね。出前か印象に残るこれな。うん。え、キツネタたぬき天ぷら、お肉野菜東丸それ多分、お前一応テレビでしか流れてない。あお前しか死んねえだろ。な、夢だろそれ。出前かそんな、俺そんな、キツネうどんのなんかそんな新聞見たことないよ。東丸わかんねえよ。それ、関西とかだけじゃない千葉県流れてないよ。うん、東丸うどん。それ関西だけだろ。千葉県絶対流れてない。俺こんなん知らないマジで知んない。あそうそう。 あなたはまたその価値があるのですからベルダースオリジナルわかんないそれうんハマちゃんがハマダダウンタウンハマパパツがどうのってニュースになったどういうことどういうこと <laughs> 炎上してんの今ダウンタウンのハマちゃんパパカえわかんないけどまぁ、あ、いいやえー、お風呂はどうなったお風呂は入るよお風呂は入りますちょ乾杯もしますうん乾杯しますえー、でもさだから結構昔はねだから何でも何でもありな分そうそうそうね 何でもありなもんね。だって死にに行こう、諦めようとかこんな CM あっかよ。今だったら大炎上だよ。昔昭和時代俺が子供の頃こんな CM が余裕でやったからね。今はもうコンプラ激しいから。ね。やっぱなかなか難しいんだろうな。いや、ちょっとあの、乾杯します。乾杯します。はい。死にに行こうなわけねえだろ ねえだろな、当たり目だろな。な、もう、や、お茶番ガー死にに行こう、らめよう。性的な、俺って適当に言ってんだよ。忘れたんだよ。忘れたんだよ。忘れたんだよな、なんか,なんか、今日の配信の流れでそのワードがじゃ出ちゃってるだけだよ、俺は。なん、なんて言ったあれ。なんて言ったか忘れた。なん死ににに行こう、諦めようじゃなくて、なんだっけ、そんな CM あるか、バカ秋葉原に行きたくねえわ、そんな。 な、な、な、確か、確かめよう、見つけよう、だ。それだ、それだ、それだ。確かめよう、見つけよう、素敵なサウンドと、どっか素敵なサムシングなんで。そう、確かめよう、見つけよう、そうです、そうです。はい。あじゃあ、そのまま、ちょっとはい。えーと、血色良くなってきた。あ、こんな一応今いっぱい喋って、血色が良くなってきたかもしれません。あー。いやー、ちょっとさー、 えピッカピッカの1年生素敵なすななんだっけ素敵なサムスイングでパルナスは知らねえなんだそれ元気そう元元元気そうってないか元気ねえよ、うん、元気は比較的でも喋るやっぱいつも言うけどやっぱ配信がね配信療法になるからこうやって喋ってね配信が配信療法になるからみんなと喋るとやっぱちょっとあれね配信中は元気になるよ配信終わったらまた死にたくなるんだけどそう配信中やっぱ元気になるさうん ああ、もうさ、なんか髪があとまとまりやすいんだよね、俺。うん。髪がね、まとまりやすいからハゲっぽく見えるんだよね、これ昔から。うん。またねの子さん、ふざけんな、これ、行くな。うん。24時間配信しないよ。猫っけ、そう、猫っけ、猫っけとはそう、昔から言われる。うん。なんかよ、これ、だって俺、小学生の頃からハゲハゲ言われてんだよ。いじめられてんだよ。ハゲって。うん。 ハハゲハゲ俺、小学生の頃からうん言われてんだよ。俺小、本当ね、小学生の頃からだよ、ハゲって。うん小学生の時なんかもっとさ、この10倍ふさふさだったのにさ、そう。うんなんかまとまりやすいのかな、やっぱね。まとまりやすいから言われたのかね、その時もね。いや、俺、本当にまとまりやすいんだよ。え精神薬、ありがざす。元気出た、ありがとう。え俺の元気を吸い取りやがって。野 <laughs> 間さんって猫さんですかまあ猫、猫なんか、ね、猫っぽいって言われる。 髪切ればいやみ切ったら余計なんかちょっとね、ハゲっぽくなるんだよ。でも前回髪みった時違う、前回髪みった時前髪重め、重めにするってのをなんか伝え忘れて、それがいけなかった。そう、美容師さんに。そう、俺の近所の美容師さんのおばちゃんに、前髪重めでって、これを伝え忘れたから、これがいけなかったんだよね。うん。前髪重めでって言えば、ちゃんとハゲっぽくならなかった。そう。前髪重め、そう、今もだから、前髪重めじゃないんだよ、絶対。知らんけど、まあいいや、やめよう。 自分をちょっと慰めるのはやめよう自分を慰めるのはちょっとやめるわはーいまあいいやああそれだいやいいやそれは励ますわうーまあい,いやうるせえもうとりあえず自分を慰めるのはやめようまあ俺はもういずれ励るんだよまあまあもうそれはね覚悟を常に前からしててでやっぱどんだけねどんだけちょっと長持ちさせようっていうところをねあの目標に生きてますそれだけを目標に生きてます チャット GPT GB の GBT にも聞いたもん、今流行りの AI にも、チャット GPT にもね、あの聞きましたよ。僕はどうやったらハゲなくていいんですかって。いや、あなたはね、ふさふさで大丈夫ですよって、申請かまっちゃうもんやってるんだよって。そうそうそう、はい。若さの秘訣は、若さの秘訣なんかねえよ。俺,も,う俺もお前も置いてくんだよ。諦めろよ。うん、だからあ、ある意味諦めることだよね。若さの秘訣があるとしたら。諦めること。自分を受け入れる。 いつも僕言ってるけど、やっぱ自分を受け入れることが、結局若さの秘訣につながると思うよ。マジマジマジ。自分を受け入れる。うん。結構これはね、やっぱね、あると思う。落ち葉ガイザース。やっぱ自分を受け,受け入れなかったら、アセシアガイザース。自分を受け入れなかったらいつまでもストレス溜まってくから、そう。いつまでもストレスが溜まってく一方だから、それどんどん老けてくる。うん。いや、これは本当ね、僕みたいだから、こうやって受け入れるっていう。そうそうそう。うらう受け入れる、開き直る。 俺みたいに今の俺みたいに受け入れる、開き直る、うん。これがやっぱなんだかんだそうなんじゃないなるべくやっぱストレスを減らすみたいな。うん、あるんらがう方がストレス、確かに。うん、そうまあまあなるほど。そう,そう,いやそ,うそうそう。な何,ご何,これ何事にも言える。何事にも言える、これ。 そそうそう,そう何事にも言えます。受け入れいい言葉、まず言うわけ,受け浮気ない。そうはね、難しいけど、その時そのとにファ、ファッションすればいいんだよ。どういうことにや、ファッションすれば <laughs> ああ、そういうことね、髪型とかね。そうだそうだ。もっ年取ってからでいいから、諦めんのよ。愛してる、頑張る。もっと年取ってからでいいからとか言うけど、俺はだってもう40だよ。<laughs> 俺もう40歳ですよ、うん。40歳で俺も。もっと年取ってからでいいって言うけど、まあさ、先輩の方。 俺40歳っすよ、もう。うん。もう今年でもう、あと2ヶ月ぐらいでもう38歳なんだけど、もう40歳だよ、俺も。いやー、の子さんが40歳だよ。これ信じられないよね、やっぱね、俺が。お前ら特にそうでしょ。のこあの,の、あの、のコさんが <laughs> 40歳になるんだよ。<laughs> もうちょっとで、ね。<laughs> 俺も、だから、俺もお前も、まあ昔からね、昔から俺の親戚あちゃんつい、ね、見てきてくれてる人は、な、 お,お前も老けてるんだよ、その分。俺もお前も年取ったなって感じだよな。かっこいめでたいね、すごいと。この間20代だったのにな。まあだからね、だから、<laughs> お前もだよ。お前もだよ。<laughs> お前もだよ。<laughs> お前ももう、お前ももうどん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 な、追いぼれてってな。あー追いぼれゾンビみたいになってんだよ。あ一旦落ちさえ、はい、あると、えー。年月は経ちますね。私がファン,な、ね、ファンになった年齢だよ、38歳は。 えー、ち,ょちょっと前に年、ね、間確認されたかった。まあ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 、顔面はね、顔面は本当にね、やっぱすごい若々しいからね、マジでね。あ、う、あ、ん、顔面はワープしてる。ちょっと前まで30、ね、じゃあ、解きすぎるな早すぎ。マジで。もう、いつも言うけど、これも、この話するとき。いや、本当30、いや、もう20過ぎてから早いけどさ、にまあまあ、正確に言うと、俺は24歳か25歳ぐらいから一気に早くなったんだけど。 ね、また30歳過ぎてまた超速くなって、で35歳過ぎてまた超速くなって、もうどん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 バイバイゲームで速くなる。これほんとま、これは、これはほんと昔からね、太古の昔からね、江戸時代から言われてることだから、これお前らほんとね、10代20代の人、そうだからな。これマジだからな。これはほんとにもうマジだよ。これマジだよね。<laughs> そんな速くなるマジ速くなる。これはほんとだよ。うん。 残さは私にとってのキーパーソン。どんどん行くぞ。人生すぐ終わるよ。だから人生すぐ終わるよ。うん、俺だから残りの人生だと思っても。うん、俺はだからいつも言ってるけど残りの人生だと思ってる俺は。うん、もうすぐ終わるから。もうこの感じだともう人生ってすぐ終わるんだなって。だから俺は残りの人生だと思ってる。自分は。今もうすぐ40。うん、残りの人生。まあ、俺も別にそんな長生きとかあんまり期待してないから自分にね。長生きとかね、うん。例えば長生きしたとして、まあなんかね、60歳、70歳になったとしてもさ。 ね、うんそれでもすぐだよそれでもすぐ来ると思うねまだ倍以上あるじゃないですか何言ってんだよ倍以上あるじゃないですかって倍以上ないだからないってすぐだって倍イ,イゲームでどん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 俺が例えば4050になったらまたまたバイ,バイゲームで速くなってくんだよ時間のスピード加速してくんだようんそうだよだからそれは別にさ俺,俺は別にそれでもさ別になんか何も後悔なんか一つもなくてさ 結構ほやっぱ常に誇りに思ってさやっぱ野呂さんどうしてそんなずっとかっこいいんです,かっ,こいいんですかってそれはだから結局俺は自分に誇りに常に思ってるから自分にやってること神聖かまっちゃんねえアート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 に生きてるからずっと俺はうんアートに生きてるし自分のやってることに誇りを持ってるから美学を持ってるから誇りと美学を持ってるからだと思うよ何言ってるか分かんない、ね、人もいるかもしれないけどまあ俺はほんとそういうこと自分のじ生き方生き様に誇りと美学を持ってるから うん、それがなんか世間のやつらはね否定されようが、うん、自分なりの自分なりの誇りと美学を俺は持ってるからだと思うようんだと思うよ、うんうん、自分所で尊厳者がか見るのがかっこいいわかるかっこいい、えー、人生すぐ終わるから大丈夫と思うよかっこいい最近のこさんの言うことわかってきたのそんな生きこさめられて週までアーティストやるのえ俺もお前も週までアーティストじゃん俺もお前も週まで表現者じゃん何言ってんだよ 別に、お前、お前ら全員だよ。人間、人間って生きてるらみんな表現者だよ。生き方すごいな、かっこいい。どんどんかっこいい。いや、でもこれはそうでしょ。人間生きたらみんな表現者だろ。うん。かっこいいぞ。人生におてんがありすぎてどうしよう。いや、そんなあげたらおてんなんて言っちまって。自分でそれをおてんって言ったらおてんになるだろ。は <laughs> っていっぱいなんか炎上とかいっぱいさ、してきたけどさ、ね。それがおてんと言うんだったら別におてんになっちゃうかもしんないし。俺は別にそれはおてんだと思って、自分で決めたことだから。自分で選んだ道だから、それも。 ああ、そうそうそう。これはもうずっとそう。これからも変わんないこれ多分。俺は多分これからも変わんないと思うけどね。これ、今までの素足。うん。ずっとこんなことばっかり言ってんじゃん、配信で。うん。おてんは結んでメーガを書こう。えー、おてんと思わなきゃいい,いのか。なるほど。えっ、ー、と、黒色りしかないっていう人の方が信用できない。<laughs> なるほどね。えー、そこはおいしい。うん、おてんの、おてん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 って別に合ってんだろ。おでん、おでん。おでん、おでん、おてん、おてん、おでん、違うの。 イントネーション違うの。おてんおてんっていうの大島いい話よ。えっと、勲章かもね。おてんおてんおてんでいいのおてんおてんがち。おでんおでんおてんあこれ合ってんだ。おてんおてんおてんいいよ、もうおてんで。俺ずっとおてん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 いょっと無理て理で。僕ずっとおてん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 やめろ。やめろ。 まともにするな、俺よ。まともに改造するな。やめろ、俺のこと。な。俺の脳みそをまともにな。改造するな、お前ら。コメントでもってよ。ね、おて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 、これ、これ、おて、おて、これが、これ、これ、おて、おて、てん、おてん、ごてん、損5点ん損てん、てん、てと一緒。損5点ん、損5てん、てん、おてん、これが、これが正しい。これが正しい。はい。 お願い、こんな感じで、ちょっとね、えー、お、お、おでんた、え、はい、そう、おでゃあー、ちょっとコメント、ちょっと多いな、やっぱな、フリキャス、でもまあ、フリキャスもなんか、2週間ぶり、2週間ぶりぐらいあったからな、まあ、今はもう8 0でもあるから、結局、ースだよね。まあ、久々にやったから、ちょっとね、まあまあな、なんか一個、結構ね、いつも僕、まあ、会員限退信やってるんで、なんだかんだね、うん、なんだかんだ毎週、会員限退信やってるんで、やっぱコメント、やっぱね、すごい早いね。あとね、コメントあ,あるのはしいから。 あやかずおもしろい。久々に会えて嬉しいです。まあ、フリーキャスはだから全然やるときやるって言ってんじゃん。お久しぶりです。ひさ、だからフリーキャスなんて、今最近会議大心ばっかりやってっけど、フリーキャス、だからさ、俺らさ、浸水かまっちゃうんさ、あれさ、あの、4月から、4月からね、春ツアー始まります。これね、来週ね、発表される。これね、来週、発表される。会、まあ、いつかなって。来週発表されるから。あの、ツアースケジュール。4月と5月です。はい。4月と5月に、 まあまあ、ちょっとね、京都とか行くよ。そうだ、京都に行こう。まあまあ、全部言わないけど。てか、俺も忘れたし <laughs>。そうとりあえず、今日京都とか、うん、京都とか行きます。はい。4月と5月で、はい。まあ、たいまあだから、春ツアー10本、それやって、で、8月ぐらいからまた夏ツアーで、まあ、10本やるか分かんないけど、7本とかやって、また別のとこもある。 また別のところ。わかんないけど、それが福島なのか、ね。福岡とかわかんない。北海道かわかんないけどさ。まあ、とりあえずどの道、そう、夏ツアーやって、その、その後秋ツアーもやるんだよ、今年。秋ツアー。秋ツアーはどうせまた北海道とか、いつも通りね、絶対行くと思うから。うん、どの道結構行く。今年はいろんなとこ行きますよ。はい。えっ、ー、と、京都はた、たくたくかな。いや、わか違う、違う、違うじゃん。うん、違う、違うじゃん。 夏の、ま、とりあえず来週、来週発表されますから、スケジュールね。うん。あの、タクタクだったら嬉しいよ、マジで。タクタク好きだもん。タクタクだったら嬉しいよ。やっぱ。いや、タクタクだってあれさ、あそこ雰囲気とかめっちゃいいしさ、あそこだってさ、もう100年前からあるんだよ。200年とか前から。タクタクってあのライブハウス。もう伝説のライブハウスだから、あそこ。うん。200年前からあかんねあそこ。嘘だけど。 まあ、100年ぐらい前から多分あるんじゃん。知らん、忘れた。昔からあるよね。昔からあるよね。まあ、だから、ちょっと、とりあえず京都とかいろいろちょっと行くんで、あと東京もね、行ったりとか。そうそうそう。行くんで、よろしくお願いします。一度行ってみたい。うん、だからい、行くかもしんないじゃん。京都、泣く泣く。うん。あそこは木造です。だから、前回ライブした時さ、200年前は誰がライブしてたんだって、そんなもん。200年前はそんなふなっしーと、ふなっしーじゃねえ、あの、ね、あのさ、弁慶とかで。 えやった,、えー、た、タクタクしかたどり着けない、関西のファンおった、ね、何、えー、ツアー名も決まった、あツアー名も決まりました、ツアー名も決まりました、ツアー名も決まってさ、俺さ、俺、昨日のか、か昨日のさ、マジさ、マジなんだけど、昨日のね、あのね、スタジオ練習の帰り道考え、思い浮かんだ、本当だから、本当に、イナウイナウナウさい,い,い,いまあ、本当、きののスタジオ練習の帰り道、ひらめいた。 うん、これちょっと今日ね、言いたかったんだけど、配信で。うん、ちょっとなんかね、あのー、うちの事務所にね、マネージャーにちょっと聞いたら、ちょっと発表するのはちょっとよしといてくださいって言われて、はぁってなって。だからちょっとまあ、来週どうせははははは発表されるんで、ね、そう、ツアー名言いたかったのに。うん、言いたかったのに。うん。結構悩んだよ。ツアータイトル。毎回悩むけどね、いや、歌詞からじゃない。 次は歌詞からじゃない。ナタリー来る来るんじゃん。あのさ、歌詞からじゃない、次は。結構悩んだ。マジ悩んだ。ツアーメイって文句言われたことあるいや、ツアーメイはないよ。うん、てか基本的に文句なんか言われたことないよ、俺。事務所に。俺のやることなすこと。ね、しょんべいしても。えー、ツアーメイ僕にだけ DM を教えてください。ヒント。ヒントはとか。ヒントはね、まあヒントは別にっていう、なんかやっぱ、なんかちょっとキャッチー。キャッチー寄りにしたね。キャッチー、キャッチーな感じで。まあなんか、 うん、最初に放課後ってつきます。やっぱ学校だな。うん、なん学校的な、うん、そう感じを意識したね。やっぱ新生課長。まあ、俺はやっぱ曲もそうだけど、歌詞とかもそうだけど、やっぱ放課後ってつきます。放課後児童クラブって <laughs> なんだ。放課後児童クラブって。いろいろ疑われるだろう。な俺の人間性。<laughs> 放課後児童クラブは良くない。俺だってわかるわ。 いろいろなんか、ね、疑われるだろ。放課後ティータイム、まあそんな感じです。まあまあ、お楽しみ、まあ来週だから出るんで、来週出るんで、日程とか、はい、10本、出るんでよおよ、お楽しみに、お楽しみに、お楽しみに、よ、だから、とうとう始まりますよ、もう4月か、だから、結構だから4月からバンバン4月、5月で10本やるから、 結構もういきなり俺らも忙しくなって、あの、スタジオ練習もだからさ、昨日も入ってガチ練ね、春ツアーの。だからスタジオ配信したいんだよ。昨日も話した。スタジオ配信したいねって、みんなで。でもなかなか時間がね、ガチ練の方に、だからお前らもね、やってほしいっしょ。<laughs> いや、なんかスタジオ配信したいんだって、バンスター配信。でもガチ練もしないといけないからさ、ガチ練も。ガチ練も。そう。 いや、お前らが別になんかさ、全然さ、あのさ、ツアーツアーとかさ、なんかさ、ギター弾け,なく弾けなかったりとかさ、ね、ピアノとかなんかさ、電源の入れ方わかんなかったりとか、それでいいんだったら別にね、スタジオ配信しますよ。うん。それでいいんだったら俺たちがな、ステージ上がって。ダメだろな。うん。キーボードの電源入れられなかったりとかしたら。うん。そんなレベルになるから、マジで。はい。モノックンなってずっとゲームしかしてねえんだから、あいつ。モノックンなってゲームしかしてねえんだから、あいつよ。ほんとによ。な。 ああね、最近、だから昨日も帰りさ、帰り道聞きつけてさ、ノくん最近何してんのって言ったら、ダークソウルやってんだよダークソウル。ダークソウルやっててさ、難しいんだよって。もうゲームでのうん。まあ、ダークソウルも嫌いじゃないけど。ダークソウルも嫌いじゃないけどさ <laughs> え。ベーシストの子見てみたいって、ゆうのすけな、名前覚えてやれよ。ゆうのすけな、ゆうな。名前覚えて、ベーシストの子って。ゆう。あまあまあ、ゆうも元気だよ。ゆうも元気だよ。 ユウも元気だよ。ユウもあいつ、配信さ、や,れや,もうやっていいよって、俺さ、ね、のこさん、このね、あのー、この新聖かまっちゃんのね、王様、キングののこさんが、ね、キングのコがね、許可出してんだよ、俺、もう、年始から、年始から、カラオケ配信終わって、もうユウもあの、配信していいよって、うん、個人配信していいよって、俺出してんだよ、あいつに。うん、ユウも、うん、このキングが。ただ、配信するときは、ちゃんと俺に言えって。 うん、ちゃんと俺に言えよって。うん。そうそうそう。言えよって。で、おってさ、まあでもそれで全然しない。で、で、y o に聞いたらさ、ユウに聞いたらジャニーさんだって。<laughs> ジャニーさんケツかあ、すいません。名誉毀損だばか。死な、まあ死んでるとはいえ。うん、えと、ー、ケツとか言っちゃった。ユウユウユウ、ね、やめなさいよって。やめなさいよ。やめなさいよ。こらこら。ユウやっちゃえよ。そう、ユウやん。まあいいや。 あ,おあのさ、そう、だから、ゆうのすけけど、だから、それだからね、改めて、だから、なんか、聞いて、やっぱ自信ないんだよ。ほんで、自信ないんだよ。うん、自信ない。個人配信、やっぱ自信ないんだって。でもまあ、俺も考えたら、なんかね、やっぱわかる。だって一緒にさ、俺さ、ホテル配信とかさ、ゆ,ゆうのすけとさ、俺とさ、二人でやっ,たやったりしてさ、ものくんとかね。やっぱ、俺とものくんと一緒にやってさ、やっぱそれはね、だって俺たちおかしいもん。 おかかしいっていかやっぱすごいじゃん、配信力、配信スキルすごいから、やっぱそれもまじまじと身近でさ、見せつけられてるから、それもあるし、ゆうのすけってそもそも、あれなし、しゃべるのが苦手なのよ、あの子、まあ、みんな知ってる通り、しゃべるの苦手なのよ。うん、だから、ちょっといろいろ、ちょっとなんか、そうそう考えて、ちょっとやりたいですって、とりあえず、なんか、そうそう言ってる。 おかしいってそう当たり前だ。お前、お前だってお前、なあ、俺とかお前隣にさ、隣にな、隣にいてみろ。この人おかしいと思うよ、絶対、お前。うん、隣、隣にいてみろよ、お前。お前今コメントから飛び出してきてさ、俺の隣に今ここに。とずっと、観察してみ。絶対おかしいって。<laughs> いや、おかしいまでいかないけど、す,すげえなって絶対思うよ。のこさんすげえなって絶対思うよ、これ。こ、こ,この、ここにいて隣ずっと俺のこと見たら。のこさんやっぱすげえなって。でも、お前、こう隣にいるのもんじゃん。 今でも分かるって今でもわかるだろ今でも分かるだろ,るだろずっとこんなさペラ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 喋ってさずっとさ15年間さ15年間ずっとこんなうペ,ペラ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 喋ってよこんな自分お前らできないだろでき単純にで,できねえだろ <laughs> うーん単純にで,できないでしょねそう簡単にさなトークの達よく口いや口は動くのもそうだし会話の盛り上げ方とかね会話の盛り上げ方とかさなそうそうそう 拾うコメントのセンスの良さとか含めてやっぱ配信スキルがやっぱすごいのはほんとそれは長年の単忙だから俺もね、うん、これでも別にそんなすごいとは言わないけどね僕なんか今日だって終わるもんできないで本当にだからゆうのすけもだからそれやっぱ元元まあ元ファンでもあるしあいつこんばんはまあまあ元ファンでもあるしゆうのすけってねあいつ言うわ元ファンでもあるしやっぱそれをまじまじえてみて打ちしがれてんだよ俺のカリスマにうん。 カリスマ力に。配信カリスマ力に。まあ、それだから分かるなって客観的な。客観的になったら分かるなって。うん、マジね。うん。ああ、なかなかできる。それだ。<noise> えー、星野良介、オープニンっ TV は本当にすごいと思う。やったがいいよね。えー、声がまず小さくて配信乗らない。いけばまったり配信目指せばいい。そうだ、カリスマまそまだそうだ。まあまあ、だから、ゆうのすけに関しては、まあ、だからまあまあ、機会、気を置いて。まあまあ、なんか、まあまあ、そんな感じなと思います。あんまりだから、配信やりたくないって言った。うん、単純な話。 単純な話、配信あんまやりたくないって言った。うん。ぼなんか、いや、そこはそれはそれでいいなって俺思ったけどね、やっぱ。うん、あいつ。うん。逆に配信ガツガツガツやりたいっすやりたいっす金稼ぎたいっすとか言ったら俺多分潰すもん。<laughs> 潰すもん、あいつのこと。<laughs> うんはって。うん。おめえとできねえバカって。<laughs> 潰すもん。<laughs> 俺ってそういう人じゃん。俺ってそういう人じゃん。うん。俺ってそういう人じゃん。ね。 うん、そういう人じゃん、俺って。自分よりなんか出てくる。いや、配信とかほんとそうよ。うん。そうそうそう。うん。俺ってそういう,そう,いうとこあるじゃん、いまだに。いまだにそういうことある、そういうとこあるじゃん。なぁ、うん。まあゆうくんでよかったわ。いや、ゆうはほんとにね、ほんとにね、あいつね、ほんとにほんとにね、なんかライオンじゃないよ、あいつは。うん、ほんとにライオンじゃない、あいつだけは。ライオンじゃないね。小鹿。装飾系でよかった。 装飾系で。うん。負けず嫌いや。よくまあまあ言うは言うでね。負けず嫌いだったら熱いとこもあるよ。熱いとこもあるよ。熱いとこもあるんだけど、まあちょっと、俺控えめなとこほんとに好きなんだよ。うん、控えめなとこいや。いや、やっぱさ、好きだよ。逆に控えめだからこそ、俺も応援してあげたくなるんだよ。うん。そうそうそう。応援してあげたくなるんだよ。控えめだから。応援したくなる。そうそうそう。うん。 応援してるのかうん、してる。だから、そうそうそう。控えめだから。うん。えー、控える必要ない。だから、控えなかったら、首とかになっちゃうからね。<laughs> 俺がね、荒ぶってたら。お前もういいよ、首だって。だから、控えめとかいいと思う。うん、まじまじ。いや、本当に俺、俺、結構やっぱそういうやつだから。うん、えぐって言うけど、うん、そうだよ。怖とか言うけど、俺、結構そういうやつだよ。うん、そういうやつですよ、俺。うん、お前らなんか俺のことなんかご、なんか誤解,誤解してんのわかん,わかんないけど。 なんか、お前ら俺のことするやつだと思って見てたら。うん。あ,あそうだよ。うん。首に,にする時はするよ。うん。首にする時はしますよ。折り返る子も折ってないっていうか、ほんとバランス。そう、バランス、そう、バランスだよ。みんなの弟って、相性はまあ僕がね。僕がみんなの弟だから。ね。ゆいがむしろ兄貴だから。うん。えー、出しゃばったら潰す感じで。 何事何事も出すぎないし曲の練習はちゃんとやってくれるしそうだから y u は本当に逸歳ですの呂ちゃんは常に1番にそうですはいの呂さんエンジ者だと思ってる、えー、できたらみん、えー、ないふりしたい何それはそうプレイは熱いしかっこいい、えー、のこさんが主人公ですそう本気でそれで良いと思いますうんでもそれで良い,いと思うよ、うん、俺は、うん、これで俺,は俺も俺で、うん えー、コントランスです。ユウは、えー、真面目でとても良いねユウくんステージ上変わってきた、えーえー、あ彼も33歳くらいだと思ってるユウくんのが年上だけどなぜか弟感がある、えー、できた子がユウは練習真そう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 ね、うん、バランスとれてるそうはね良い関係あの落ち着いた感じ良いわねまあ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 そうねまあ,あね、まあ、マジ練習マジ目モノくんとかほんとにね15年前からピアノ上手くなってないからねむしろ下手くそになってんじゃねえか <laughs> 疑惑すらあるからね。まあ、下手くそにもなってないかな。何も変わってないかな。うん。<laughs> モノクは。でも、モノクンはモノクのさ、良さもあるからさ、いいんだよ。美砂子さんもそうだし。美サ子さんもそうだし。美砂子さんとかモノくんってさ、やっぱさ、俺はギ,ギュツで見てないから、いつも言うけど。あいつらのこと、メンバーのこと、ゆうのすけもそうなんだけど、俺、メンバーのことって、ギュツで見てないんだよ。何よりも人間性とかさ、そっち、そうそうそう、これ、昔から言ってんじゃん。昔から俺、メンバーのこと、そう、千葉ギもそうだけど。 そうそう、人間性で見てるから。そうそうそう。うん、それは本当だよ。キャラ、キャラとかね。キャラとか人間性とか。やっぱそっちの方がね、ものすごくさ、あのさ、だからね、キーボードが全然上手くな,なんないとか、そんなことね、ドラムがどうとかとか、そんな言う,言う時もあるけど、<laughs> 言う時もあるけど、愚痴をね、言う時もあるけど、基本的には俺は別にそんな。うん、やっぱりあいつは人間性に助けられてるから、俺は。俺は助けられてるから、マジで。うん。うん <laughs>、技術面だけじゃないよ。ね。 大きな視点でそうだよ、俺がリーダーだから、うん、俺が裏リーダーだから、うん、かまっちゃう、うん、あんな人おらん、うんねチームとしてそうそうそう、そうチームとしてそう,そうそう、そう俺はだってあいつらこと大切だし、ね、ゆうのすけもそうだし、ものっくんとかみさこさんとかね、特に長くやっててさ、大切だしさ、ねあいつらのこと大切だから、そうだよ、だから、だからそこはやっぱさ、俺もさ、俺でさ、なんか、なんだろうな、うん、なんか、あれもこれもっていうさ、 ああ出てくる時もあるけどでもトータルでちゃんと、ね、あいつらのこともさ評価してすることがフェアだと思ってるフェアだと思ってるうんフェアだと思ってるし何よりもやっぱあいつらと活動を続けたいんだったらやっぱ俺もさ時としてやっぱねあいつらのやっぱそういったこところもさとそういったところってどういったところか分かんないけどいろんなところ、ね、受けるとか受け入れないとっていうみたいなさねうんそう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 。 こんばんばはそそうそうやっぱバン,ドってやバンドってやっぱ一つの社会だからね。そうそう。バンドも会社とかも何でもいいんだけど、バンドだって一つの社会じゃないですか。ね。うん、だから、何回も言うけど、俺もあいつらとやりたいんだったら、うん、そうそうそう。ね。そういうことよ。こんばんは。うーん、バンドは不組織だね。こ、うんばんは長い付き合い。さバンド人間関係。学校行くらい残さない配信見た方がいろいろ学べる。そうですよ。学校なんか行かなくていいんでやめろ、今すぐ。 だからついてられね、ええ話ねえもうちょっとうん素敵すぎるそうだほんと良いメンバーええな決定を受けるってこそだよねそう決定を受けるってこそねいい仲間愛があふれていいね人柄ってほんとに大事素敵な話お互い気遣ってもらってるがきっと大事と思ってるまあまあそう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 ねえだから時を時としてだからなんかね俺たちだって喧嘩する時あるよね、うん、ピーピーする時もあるよ今でもあるけどもいやまあやっぱりねやっぱやっぱ俺も昔に比べてそこのところはさもっと譲歩するよって うん。いや、俺が悪かったって。うん、やっぱ。うん、やっぱ、やっぱ、大体俺は、大体俺悪いかんね。大体か、大体俺悪いかな。大体俺が悪いかな。まあ、それはお前そうだ。<laughs> お前そうだろうって <laughs>。まあまあまあ。<laughs> まあ、そういう時は大体昔から俺が悪,悪くることが多いんですけど。<laughs> えまあまあまあ。<laughs> まあそうだっけいや、大体、まあ、大体だから俺が俺だけが悪いとかじゃないときもあるけど、まあまあまあ,まあいいん、ね、で、いいん、ね、で、やりたいこと、一番やりたいことやってるのは俺なんだから、新生かばあちゃんね、ね俺が始めた物語なんだから、一番やりたいことやってるのは俺なんだからさ、な、うんそうそう、お互い様だけど、謝れんのはいい、そう,あやそ,うそう、そうちゃんと謝るってね、そう、あ KP、KP するわ、ちょっと、KP するねちょっとね、あのね、KP、はい、K K K P、ちょっとするんで、ちょっとシャンパンお茶ばください。 のこさんがエ、え、MN くんに殴られてるライブ動画、昨日見ました。誰だそれ ?MN くんって。のこさんが、のこさんが、モノくんに、MN くんってなんで <laughs> のこさんが、モノくんに殴られてる動画、ね、うんまあ、また殴られることもあるっしょ。あるときは。うん、MN ってなんでなんでそんななんか、そうイイ、イニシャル使うんだよ。イニシャルで俺、モノッくんのことをイニシャルでなんかコメント打ったやつ俺初めて見たんだけど。<laughs> 意味しゃルにする必要全くなくね。じゃあちょっとあの、シャンパン、お茶葉ください。ちょっとバレンタイン、まだなんかバレンタインのハート、あ,あのねお茶、バレンタインお茶晩来ると思ったんだけど、なんかもうない,ないっぽいんで、ちょっとあの、あの、あのあの乾杯か、お茶葉ください。これ乾杯してちょっとお風呂入,っお風呂入るわ。お風呂入ります。KB 師匠、チョコ残念。いや、全然全然、君、チョコ残念って、お茶葉くれるじゃあ、ちょ、とりあえずちょっと。 じゃあ、ちょっとね、申請変わっちゃうね。あのね、あの、私ね、あのね、ちょっとね、春ツアーも始まりつつね、こうやって今日もね、えーね,ね、今日も京都でね、行きたか、行きたくてもね、生き残、生き、生き、生きれなかった人たち。そしてね、今日も京都でね、僕みたいにね、あの、死にたくても、ね、僕みたいに本当にき、ね、今朝の、今朝の僕みたいに死にたくても、ね、自殺したくても死ねなかった、今朝の僕みたいに、人たちんに、 そしてね、えー、またこうやってね、あのフリーキャスで会えたことに乾杯、はい、春ツアー始まるから、春ツアーでは結構またライブ配信とか、いろいろホテル配信とかやっていくと思うよ、あのフリーキャスで、お茶葉ガイザン、4月から、お茶葉ガイザす。うん、またどうせフリーキャスいっぱい、そのときやっていくよ、じゃあ皆さん、乾杯、乾杯、はい、ちょっと俺なんか飲む飲むお酒あんまりなくてさ、お茶葉ガイザす弱い酒。 セシアカイザスサールト。お,あああまおちばカイザス。ーおちばカイザス。おちばカイザス。おちばカイザス。セシアーケイザーケイピえ、おちばカイザス。セシアカイザス。マイあ、ウハナチャイヤザス。ハナチャイト。ハナチャイト。ケイピーケイピーケイピーケー。ハチャイと乾杯。はい。 はい、ちゃいと。おじゃ、ああ、よう感じるハゲにかんぱい、かんぱい、かんぱい、けいぴ、けいぴ、けいぴ、おちょぱがいざす、かんぱい、KPKPKP おち杯ぱがいざす、けいぴ、せしががいざす、かんぱい、はつさ、乾杯しゅうです、けいぴ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 、かんぱい、けい杯かんぱい、かんぱ KP ん乾杯かんぱい、え、かんぱい、え、コーラ、え、コーラ、ビール、え、けいぴ、飲みあかそうぜ、はい、かんぱい、かんぱい、はい、杯、い、はい、かんぱい、杯、ちょぱーいざす、かんぱい、は、はっぴ、はっぴ はい、はい、お芝ガイザース。はい、ハッピーバレンタイ。ンバレンタイン配信でもあるんで。はい、明太。お芝ガイザース。お芝ガイザース。はい、皆さんちょっとね、今8時半か。お芝ガイザース。はい、お芝ガイザース。はい。お芝ガイザース。お芝ガイザース。お芝ガイザース。はい。お芝ガイザース。KP。お芝ガイザース。のこさんに乾杯。お芝ガイザース。お芝ガイザース。ツアいくねヒートショック気をつけていって。はい。じゃあちょっと僕も、ちょっとね、飲むね。 なんかずっとちょっと話したから忘れた。今日ね、今日俺後で、後でパソコンから、パソ、あそ後でパソコンでも配信しようかなってちょっと配信前ちょっとうっすら思って、パソコンから配信して、あの、新曲弾き語りするよ。うん。歌う。いや、新曲。久々に新曲、弾き語りするわ。 うん、久々に新曲弾き語りするよた、いや、これ、この曲ね、ちょっとね、最近、ちょっとまあ、ちょっと話をちょっとじゃあ、1からしよっかな。話を1からするね。まあ、新曲の話、俺の。PV の。じゃあ、俺1からするね、話を。はい。えっ、ー、と、僕、あの、とりあえず、新曲を、新曲と、まあ、最近ね、新曲とじ、新曲、実践作 PV。 なんか家とか電車で自分でね、もう全部自分で撮ってんだけど、その PV ね、自由制作 MV、PV 作ったり、動画編集とかしてんだけど、新曲ね。こっちの新曲は、まあ去年からやってました。こっちの新曲は去年から、なんか、そうそう、去年の夏,夏かわかんないけど、忘れた。まあとりあえず去年。去年から作り継けて、そうそうそう、ちょっとこっちの新曲の方は、 うーんまあ99、99%できたかなって感じ。もう、ほぼできた。と思う。ほぼできたと思う。うん、こっち。曲も、え、あの、PV も。でもって、あんで、3ヶ月前か、2ヶ月前か、わかんないけど、まあ、そ、まあ、ほんと最近。うん、最近、なんか俺は、新しいまた別の曲を、なんか、まあ、パーってなんか作って、 で、それも歌詞がね、結構ね、あのー、できたんですよ。パーって。俺に、そう、珍しく、歌詞が。んで、歌詞、そう、歌詞と曲構成はもう、ほぼ、できた感じがして、うん、そうそうそう、まあ、ほぼっていうか、まあ、もう、これでいいかなって感じがして、だから、そうそうそう。うん、また別の新曲。 だから、まあ、俺、新曲の PV 出すとき、ね、新曲の PV 出すとき、そっちの曲と、その最近作ったこっち、うん、こっちの曲、2曲出せたらいいかなぁ、とも思ったりもしてるんだけど、まあ、それがいつかわかんない。<laughs> まあ、別に早くて来月出せるかもしんないしな、3月。うん、3月出せるかもしんないし。うん。 うん、3月出せるかもね。まあ、ただ、4月からツアー始まるんだけど、さっき言ったように、4月から我々ね、新生かまってちゃん、春ツアー始まるんだけど、あのー、あれな、新曲は多分できない <laughs>。新曲はね、多分できない。うん。そうそう、新曲はでで,で、多分できないかわかんないけど、 どっちかはできるかもしんないけどね。とりあえず練習する時間がだってもう、だって、だって、あのー、聞かせてないんだよ、まず。新曲、メンバーに。うん。あ、電波悪い大丈夫、電波。うん、電波、電波は大丈夫あ。電波大丈夫っすか。あ、大丈夫、よかった。そう、なんか、そう、 これまあ、昔からね、あのー、カマファンの人はわかると思うけど、昔からカマファンの人はわかると思うけど、まあ、昔から俺ってさ、あのさ、そう、あの、YouTube の大島良介チャンネルあるじゃん。自分のさ、卓録自分家でさ、作った音源あれってさ、まあ、俺がいつもさ、パーンって勝手にじね、メンバーに聞かせる前にさ、出してんの。 メンバーも同時に聞くの。そう。昔から。メンバーも、その時に同時に、俺音源渡すの。アップロあ、YouTube にアップロードしました。そう。これ昔から。これ本当に昔から今でもそうなの。うん。昔から今でもそうだこのやり方。これ本当むもう最初からだよ。もう15年前からそう。うん。うん。 そうそうそう。うん、これ、ほんとそうだよ。俺、これずっとそうだよ。うん。メンバーもえってなりそうって。いや、さすがにもうメンバーはえってなないでしょ。なれたでしょ。そんなことえとか言われたことないけど、まあ、最初はね、えってなった。で、なで俺たち知らないのに、だって、俺、たまにね、当時、メール、LINE とかなかったとき、メール、メールとか、ね、この YouTube にアップロードしてよって、千葉銀とか、ものくんとか、美佐子さんに、それすらしなかったときだったから。 え、俺、え、のこ、なんか、千葉銀多分言ってたでしょ千葉銀とかさ、ニコ生当時ニコ生とかで。え、俺この曲聴いてないんだけどって、お前らが知ってて <laughs>。のこさんから渡されてないんだけど、みたいな <laughs>。でもそういうことも、たびたびあったよ。ぐらいな感じのやり方をし、でやってきてるの、新生かまっちゃんって、ずっと。うん。まあ、それはなんでかっていうと、俺は、あの、完全に、まあ、そういった、なんだろう、 自分の中やっぱね、大島良介チャンネル、YouTube のあれっていうのは、本当になんか、ね、なんかわかんないけど、自分の書くうん。書くみたいな、やっぱ作品ね、作品最初に出してみたいなさ、発表する場として書くみたいなとこもあるしさ。まあそういうのもなんかいろいろあるんだろうね。いや、大切にしてるよ、当然。だからいろいろあるんだろうね。いろいろあるからだろうね。 そう。うん。でもって、まあいいや。まあ今までの話はこういう感じで、これからもそういう感じです。大体。でもって、まあ、あの話戻すと、今回の新曲2曲に至りましては、あのね、PV 作ってる方なんですけども、そう。PV 作ってる方は、あの、メンバーにはね、あのー、去年聞かせた。一回。今来ました。オツです。はい。 去年聞かしたの、一回。メンバーに。そうそうそう、去年。うん。聞かしてて、PV 作ってる方ね。メンバー大絶賛、あ、そうだね、メンバー大絶賛の曲。うん、そっちは聞かしたそう、メンバー大絶賛、そう、メモくん、モノくんがいきなり電話してきたやつ。そう。<laughs> まあいいや、その話はいい。はい。でもって、そう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 、だから、なんだけど、 俺がそ、その曲に関しては、だからメンバー先に音源渡してんじゃんって思われるかもしんないけど、俺そっからまたね、編曲しまくったから。その曲も。編曲しまくったから。だから今も99%って言ってんだけど、まあでもまあまあ、でもまあ完成かな。これ以上編曲する質、アレンジ編曲する質を、うん、もうやったかな、結構。うん、納得いくところまでいった感じはする。俺、俺的には。 感じはする。あ、その PV もね。あ、あの動画も。PV もそう。PV もいっぱいやっぱね、いろいろ考えてやっぱ編集して、動画編集してんだけど、うん、PV の方も。うーん。まあとりあえずだからこんな感じな話で、ツアーではね、ちょっとね、そっちの曲はちょっと、ちょっとなかなか難しそうで、 ただ、もう一曲のね、最近できたっていう方は、まだできそうかなーって気はするから、まあ、どっちかさ、そっちはできそうかなー、わかんない。まあ、ちょっとそそ、そっちはまだ聞かせてないんだよ。そっちはまだ聞かせてないの、メンバーに。まあ、いいや、とりあえずそんな感じ。まあ、ツアーだから、春ツアーで,でね、できるかどうかわかりません。うん、その新曲は、俺が例えば3月に発表したとしたらね。うん、3月の発表するか、4月に発表するか、5月に発表するかわかんないけどさ。うん、そうそうそう。うん。 まあ、とりあえずほぼできてるから。うん。夏、だから、な、夏ツアーとか、ね、お茶番カイザス、夏ツアーとか、8月とかからやるんだけど、夏ツアーのツアーファイナルぐらいだったらできんじゃねえかなーでも、秋ツアーだったらできると思うよ。秋ツアー、それこそ。秋ツアーとか行ったら多分10月からとかだと思うから。うん。でもって、まあ、あそんな感じ。 まあでも、ぶっちゃけ言うと、新生かまってちゃんは昔からこういう感じなんだよ。だから時差があるの。時差。時差があるっていうのは、まあこれはみんな、ね、精神薬改造です。昔から追っかけてる人はもう分かってる通りでしょマイスリー全部夢とか、聖マリア記念病院とかもさ、俺が発表してからアルバム入るまでさ、ねえ、7年とかかかったじゃん。へへへ。何でも時差があるんだよ。そうそうそう。 うん、俺の個人活動と、新生かまっちゃん個人活動と、商業活動。そ、それにはもう何年の時差があるの。うん。そうそう、最近だね <laughs> <laughs> でもまあ、それ言ったのは本当にね、つきものなんで。でもそれは結局、それはまた良きですってのを俺も思うのはさ、まあ、俺がやっぱ、ね、そんぐらいなんかね、かっこいいな。じゃあ、なんか俺がやっぱそんぐらいなんか才能があるからでしょ。早い話が。 ね、うん才能があったりとかもするしずってとこともあると思うよ、うん、あ仕事行ってらっしゃいうん「ほう」ってなんだてめってえべフクロウかい「ほう」ってムかつくんだよコメントで「ほう」ってうん兄ちゃんでもさなんかいるけどさあそこじじいばっかだから ほうとか。ねあ,あ増えたよな。匿名でもな。あそこな。ほうってうやつ。じじいが。簡単しとるんや、たぶん。いや、まあまあまあ、すみません。言いすぎました。ほう詳しく。バイト中にこっそり見てます。その時差でまた編曲したくなることはないの。まあ、そんなことは、だってさ永遠、永遠に終わらないじゃん。うん。 でもどっかではけどやっぱあるよ、区切りって。うん。区切りって、パソコン配信何時くらいからしますか知らん。こっから風呂入るしな。うん、10時とか11時じゃん。俺けどさ、そうそうそう、区切り。だからそう、区切りって、そうそうそう。それはみんなそうだよ。うん、締め切りじゃないよ。区切りだよ。締め切りじゃない。区切り、区切り。うん、ここまで到達点みたいな。うん、だから俺はいつもその時に曲出してるよ。曲発表してるよ。例えば前回の卒業式って曲、PV 出した。 卒業式は、だからあれも、だいたい5、6年 ?5、6年かけたんだけど、6年間か。5年か6年かけたんだけど、あの曲ね。うん、あれもほんと編曲、編曲、編曲とか、めちゃめちゃ何回も寝かし、ね、1年寝かして、また編曲して、また1年ちょっと泣きながら寝かしてみたいな、<laughs> そんなこと繰り返したりとか、そう、それでほんと実際よくなっていくからね。実際、まあ、まじでよくなっていくからね。で、到達一つ卒業式も、 プシコもまあわかんないけど、あの卒業式も、だから一つの到達点いったから出した。でも俺は卒業式はもうあれでいいと思ってる。うん。うん。だから今回ね、新曲な、新曲 PV さ、言ったらいわば去年の夏、PV 作ってる方の新曲去年の夏にね、あれ僕ね、あの、 作り始めたから、去年夏夏ぐらい。7月、8月ぐらいに作り始めたから、行ったら半年なんだよね。半年ぐらいだよね。ほんと、なんか、のこさんにしては、だからほんとに、そう、早いよなって。うん、なんか早いなって思った。うん。早いなって。そう、到達点にね、行くまで。うん。思いました。降りてきたね。降りてきた時あったね。 いや、俺天才だ、マジで。俺やべえよ、ほんとに。うん。マジで。うん。やばい時は、あれほんとにすごいよ。おぉ。ほんとに。<laughs> サブ部出すからね。やっぱ、そういうアイディアがさ、降り注いでさ、自分でサブ出すもん、マジで。あ,ーあ、こんばんは、うん。いや、マジマジマジ。あサブ出すよ。これはっぱ昔からそういまだにやっぱ才能、 あれ、いや、自分で自分の曲にやっぱすげえなって思う。こんな曲誰作れんのみたいな。<laughs> うーん。俺もうだって38歳だよ。40歳になるんだよ。やっぱ大体、大体の連中ってさ、20代でさ、才能なくなったりすんじゃん。ね。ミュージシャンとかさ、20代とかさ、30前半ぐらいとかさ、わかんねえけどさ、ね、俺もう40だよ。 枯れるどころか深みを増してる気がするんだよ、俺。枯れるどころか深みを増してる気がするんだよ、俺。ラ、ロックは、ね、曲だ、ね、ほ、うんうんと。枯れるどころか、なんか進化して、深みを増してるし、進化もしてるぐらいな感じはしなくもないけどな。うーん。それな、これからさぁに、2位ね、深み。 でも実際僕はやっぱりね、やっぱアートっていうアートウーマイライフのね、この言い方はやっぱり、えかっこいい方アートウーマイライフのこのかっこいい,言い方はや、やはりね。やっぱ、ちょっとずつちょっとずつやっぱね、山を登ってくみたいなもんだからね。山を登ったら。死んだらもったいないよ。いや、でもさ、これ天才死ぬじゃん。なんかあるんだよ。やっぱり。やっぱ繊細だから。天才繊細。<laughs> 天才繊細大。ええ 晩餐みたいなアートアートうまマイライフはほんとちょっとね僕のアートうまマイライフはそうこうやってちょっとずつ頂を登っていく山山山をこ孤島を孤島を山,山登っていく感じだからそう孤島をね孤島じゃねえわね誰もいない山をゆっくりと登っていくっていうそういうイメージでずっと俺はやってるアートうまマイライフはうん X? ヨシキなんか出さねえじゃねえかもあいつよ。出す出す詐欺してよ。まあまあけどね、ま o s h さんもね、ああいうのはちょっとわかります。あれもずっと溜めてるんでしょ。よしきさんもたぶん20年間、30年間ずっとさ、X のさ、新アルバム出さないけどさ、あれもずっと温めてるんで編曲、アレンジ、アレンジ、アレンジって。俺はそう思うよ。うん。漫画だったらトガシもそう、ま。本人忘れてるわけないだろ。漫画だったらトガシ先生もそう。ハンター、アンター。 あれも、やっぱり、ね、あの、漫画とか、ね、ずーっといろんなこと、アイディアがさ、温めて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 、バーってやって。うん。最近また救済したけど。うん。そういうもんだよ。まあ、天才って言うけど、やっぱ努力ンだよ。うん、まあ、天才っていう言葉で片付けられるのはあれだけど、僕もそうですけど。やっぱ孤独だもん。孤独だもんって、そのネガティブに言わないよ。やっぱ孤独を愛する、愛してるんだよ。 うん、孤独を愛してるんで俺だって別にさお前らさねずーっとさ俺さほんとに家にい,いんだよほとんどほとんど家にいんだよ俺うんマジで仕事仕事ねスタジオ練習とかない時家の中大体いい家事して落ち葉返さんす家事家事してあのイオン行くかスーパー行くかコンビニ行くか外食行くかそれ以外ずっと家だようん それで家で曲作りず毎日してるわけじゃないよ。ただただ何もしなくぼーっとネット見てさ、バカでみたいな。<laughs> ああ、またルフィか。みたいな。それで一日終わることもいっぱいある、うん。いや、でも孤独、孤独を、孤独と向き合うっていうのはやっぱね、こんばんは。ニート力高い。そうなんですか知らなかった。なんで知らなかったんだよ。おい。知るだろ。なあ。え よく言ってる毎回言ってる俺配信でのこさん深爪めだね俺の話聞けよ真面目に真面目に俺の話聞け逆に原動力なんのかなえいや原動力になるっていうか孤独の時間で制作してるわけですからなんかアーティストってクリエイターってクリエイターってだってそうじゃんお前らクリエイトしてるやついるだろなあそんななんかさ20人30人クリエイトしてるやついるだろ そんな孤独の時間じゃん絶対みんな,なんこんばんはねクリエイトしてる時間なんてみんな孤独だようんうん、えー、たくさん時間がないと無理孤独を熟成のこちゃんが言葉全部締める明日も頑張れるよ <laughs> 日々をクリエイトしてますこんばんは意外とみんな孤独、えー、大切な時間孤独ですそう、ここじゃないとできない 孤独大事うん孤独は大事だ、うん孤独大事ってかまあだからネガティブな言い方をして,してないずっと俺は孤独、うん、孤独に対して、ねえー、自分と向き合っている時間なのかないやそれはし当たり前じゃん、うん、いやそれはみんなそうだよクリ,エクリエイターなんてものづくりしてる人なんて、ね、いかに引、ね、っこもって孤独のね孤独っていうかまあそのね一人でねずっとこうやってさだって俺だってだから昔から10代の頃からずっとだから気づけば8時間経ってんだよ 時時間8時間俺大体だからチア逆転してて最近もチア逆転してんだけど夜の12時から朝7時とか、ね、夜の11時から朝の7時とかぐらいまでずっと気づけばもうそんぐらい時間たってるのいつも落ち葉っぱがあん。作曲するときとかうんいろんなこととんでもない集中力だけどそれいや別にとんでもないけど好きだ好きだ好きだからね 別に集中力がすごいっていつもやるけど、別に好き,な好きだからできるんだろ。集中力だなんて言ってけど好き、好きだからそれできるだろ。いや、集中力がすごいってだから昔から言うけど、実際、集中力すごいかもしれないけど、だから好きなんだもん。好きなんだもん。おさん、お久しぶりです。えあ、お久しぶりです。ん大谷だってさ、なホテル大谷だからっていうのな。ホテル大谷、ホテル大谷、うん、大谷あって大谷だってよ、なうん、大谷じゃない、大谷じゃないよね。大谷だってよ、な 作曲とレコーディングどっちが大変は作曲とレコーディングどっちが大変って何か作曲だよ。レコーディングなんかどうでもいいよ。あんなもん。あ,あんなやんなくてもいいよ。言ったら。<laughs> もう、もう,こう、こういうモードで言うと、俺は言うけど、レコーディングなんか別にさ、正式音源なんかリリースなんかしなくてもいいよ。俺の、俺の自分家で作ったやつがもう全てだよ。あれが完成品なんだからって。え、にまあ、大谷だって、な、大谷だって、ね、ずっとバット振って、あれ集中力あるって好きだからでしょ 大谷がずっとさ、家の中でもバッとこうやってさ、振ってこうやってさ、好きだからだよ。集中力があるからじゃないだろ。好きだからなんだよ。なうん。せやで。なあ。振り方違うって、こうやって振ったらお前こうやって収まんねえだろ、この四角の画面の中に。だからこうやってやったんだよ。こんな肩捨てる、バッタいねえや。<laughs> 確かにそうですね。そうだろ。こうやってやったら、バット収まんねえだろ。配信者のかが <laughs> うまいことやってんだよ。この四角のさ、ハムスターの顔みたいなのが中使ってや。<laughs> 俺たち配信者は、<laughs> この枠枠があるんで、枠広げたいよね。これもうちょっと。 もうちょっと広げらんないよ。なんか俺さ、ツイキャスで機能つけてもらいたいんだよね。こうやって、こうやって、俺がこうやってやったら、ぐにゃーってちょっと、伸びるみたいな。<laughs> 伸びるみたいな。<laughs> なんか惜しいやんたまに収ま、フレームに収まらないときあんねん、ほら。ね。次よ。枠を意識するって、いや、結構みんな枠、雑談配信はしてるんよ。そういうことです。はい。え、ちょっと待って、9時だ。ちょっとやっぱやめよう。ちょっとこれ、もう風呂入ろう。 風呂入ろう。のこさん、またね。またね。またねってなんだよ。死ぬのか、お前。死ぬなよ。うん。俺より先に死ぬなよ。うん。俺が先に死ぬんだから。とりあえず、僕は今日生きてます。ね。ちょっと自殺未遂しましたけど、今日もね。未まあ、未遂まで行ってないけど。未遂ってあれでもないけどさ。とりあえず、生きてます。知らなかったです。はい。はぁ、え、よかったよ。よかったよ。だから、俺もこうやってみんなとね、こうやって話す、話してるからね。よかったよ。 こうやっててみんなと話して生きてるだけで丸もう、OK、け。ああ生きてるだけ、ね、まあまあ、うん。でもやっぱほんとね、ハイスタの,ハイスタの常さんもやっぱ座ったけど、やっぱいつ,しいつってのはほんと突然だよな、いつもな、こんばんは。ハイスタの常さんも昨日ね、座ったけどさ、まあそれはいろんなね、今までもそうだけどさ、ね、これからも、ね、のこさんもそうだし、お前もそうだし、いきなり,きなりだよな。ほんといきなりだよ。うん マジで。モノ君とかミサコとかさ、ユウノスケとかさ、いきなり死ぬかもしんない。いや、本当にそうだよ。そんなあり得る話だからね。あり得る話だからね。マジでね。だから僕はいつもね、感謝、感謝という気持ちを忘れたくないって言ってんじゃん。感謝の気持ち。これが最後の配信なんかもしんないからね、俺もね。安部太志さん、ああ、ミッシェルのね。せやで、ママ緊急入院した。ああ、そうそう。死って非日常ではないんだよな。当たり前だろ突然の子さんいなくなったらどうしようって、いなくなるよ、突然。 いなくなるとき、こんなやつ特に。こんなやつ特にいなくなるよ。ね意外にだから、モノクみたいなやつが突然いなくなるかもしんないから、お前そんなんさ、わかんねえ、ほんとにやなうん、意外も意外にモノクが突然さ、なんかさ、ねいきなりさ、病気で死んだりとかさ、あいつさ、なうん。ほんとね。だから、感謝。感謝。メンバーに感謝。お前らファンに感謝。感謝の気持ち。ありそうなんで怖い。だからありって。 あるって。おめえ、おめえが先に死んかもしんねえぞ、お化け。なあ。お前も死んでっけど。<laughs> お化け。メメントモリモリだね。メメントモリです。そう、メメントモリ。これそう。これ本当に大切。メモ帳アプリに書いとけ。メモ帳アプリに書いとけ。ジンフリックスお前らメモ帳アプリに書いとけ。俺も書いてるんだよ。メメントモリ。メメントモリっていうのは、死を、死を償いじゃなくて、なんだっけ、死を覚えとけ。死を意識しろ。常に。常に死を意識しろ。 死を思え。そう。死を思え。ついに、常に死を意識しろ。メメントモリメメントモリって言うんだこれ。ついに死を思え。そう。死を思え。メメントモリこれ、死を忘れるな。つま、なんでもいい。とりあえず、死を、死を、思え。死、まあ、どうする、どうする、死ぬ、で、か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 。はいな感謝。はいなって。うん、はいなって、どこのアニメキャラクターだ、お前。メメ、メメント、こんばんは、モリ えーと、事故に遭うこともあるしね。そうだよー事故とかな。俺もお前も事故なんかでさ、やっぱな、病気とかな。なかなかそういうのは一番嫌だね、僕はね。僕はほんと、自分は一番嫌です、やっぱり。はい。僕は一番嫌です。少し離れてやで、のこさん元気になってる足りねえならこんないっぱい酒飲んで喋ってるやな。ありがたい話です。皆さんに感謝です。皆さんの方で元気になりました。ね。うん、配信終わったら多分またね、あの、消えてるかもしんないけど。ね。<laughs> まあ、そんなこと大丈夫。えー、自殺がいいな。俺も。 え、後悔したる。死を思うからや、やり、やり残す。え、自殺ま、だから自殺っていうか、なんかやれよ、とりあえず。なんかそういった他殺とかさ。ね、他殺とか、こんばんは。ね、なんか事故とか、地震とかとか。そういうのは僕はね、嫌です。ね。そうやったら自殺とか、自然死。自然死がいい。なんか、雪の中でこうやってた、こうやって気をつけしてて、このまま勝ちって、シャイニングのね、ジャック・ニコルソンの最後みたいな感じで、あんな感じなててそういう感じ、自然死がいいです。はい、僕は。 そう、自然災害と病気は嫌だ。いや、そうでしょ多殺も嫌でしょみんな同じでしょけどみんな同じでしょぽっくりが一番。でもみんな同じなんでみんな同じよ、同じよ、同じ。そこらは同じでしょ同じでしょ同じでしょミイラになるのミイラにツタンカーメンになるよ。ツタンカーメンになってこうやって寝るんだよ。ピラミッドをお前らが作って。ね、俺、印刷に。千葉県のこの印刷市にピラミッドを作って。<laughs> 俺はツタンカーメンになるんだよ。 え、それ自然史かって自然史なわけねえだろあれやカチコチになってさジャック・ニコルスが「シャイニング」の終わりにさうるせえよ細かい突っ込みすんなお前インザピラミッドお前お前らどどどれどれどれになってそう俺のどれどれれどれだからお前ら俺おファンファン俺のどれだから <laughs> お前ら奴隷がお前らど奴隷がさ作るんで俺のピラミッド <laughs> 意地こうやって。 でもあれ UFO ないとだメ説あるな、UFO 宇宙人いないと宇宙人作った説あるじゃん宇宙人に呼ばないとまずな宇宙人お前ら呼ばないと宇宙人、OS 宇宙人宇宙人呼ばねえと宇宙人宇宙人呼ばねえとダメですよ、あれピラミッドはやっぱそうそうあれだってマジでさあのね宇宙人が手伝わないと無理なんでしょあんなあの時代にね石担ぐね、UFO 今でも無理なんじゃんあんなな、あんな定型シュメール人とか宇宙人 宇宙人はこうじゃねノコちゃん神だから大丈夫や。いや、神も死ぬ、死ぬときは死ぬんだよ。ねだからそれでも、ね。そういう都市伝説更新しまう、アンサイズにして、まず宇宙ちゃんが遺産で、おかしな建築技術、えそうなの、宇宙人になればいいよ。宇宙人になればいいじゃん宇宙人でしょ。俺もお前も宇宙人でしょ。オーパーツ、巨人説、今の技術でも結構難しい。シュメルールじゃーかわいすぎや。いや、ちょっとどうしようかな、風呂一人で洗おかな。<laughs> なんかお前らとあると投げ、長くなるからね。 一、うん、人で入れば、マジで30秒で上がるんだけど、上がってすぐパソコンに行けんだけど、あの、お前らと入ると1時間かかるんだよ。<laughs> 風呂。勝ちで。<laughs> 1時間とか1時間半。こ、こんな感じで話すから。話すからさ。あ、新曲ね。だから新曲パソコンで配信して。うーん。俺も今日ちょっとこんなに酒飲んでるけどさ。 このあと別に昼夜逆転してるから俺もまた朝寝るからさ作業,作業は続きしたいんだよね作業の続き配信終わったと今日次は座ったと酔っ払ってついで言わせてもらって愛してるぜあらとねあらとね嬉しいな嬉しいなうわ4時まで起きてるよ新曲やって今持ってきたお前らと入るって響き合い兄ちゃんが言ったはあちょ待ってちょっと,待ってょっとどうしよっかなマジで うん、別に一緒,一緒にはじゃあ一緒に入るよ一緒に入るけど久々にフリキャスであれフリキャスで風呂配信になってマジで半年ぶりぐらいな気がするからちょっとや,やろう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 風呂配信をね初めてね世界で初めてやったの人類で初めてやったの僕っていうことをねちょっと忘,忘れさせないようにたまにやっとこう、うん、これまあまあこういうのマジだからね、うんうん、あお茶ばかりです俺世界で初めてやったこといっぱいあるからね世界で初めて人類で初めてライブハウス配信やったのも俺だし そうフロ。人類で初めて風呂配信やったのも俺だし、人類で初めてキチガイい外配信やったのも俺だし。俺結構あるんだよ、配信者でも異業が。うん、これ、これ本当だよこれ本当だよこれ本当だよこれ本当なんだよこれ本当なんだよ,こん,だよこんばんは。うん、ノートパソコンで当時、じゃあ15年前。だから15年前だよ、15年前。15年前ノートパソコンでやったやん。こうやってでっかいノートパソコンで。でっかいノートパソコンでよ。 そこら辺は結構マジでね、すごいよ。うん、すごいよね、俺やっぱね。竹に配信もそう、オナに配信もね、人類で初めて。うん、これはほんとそうですよ。ライブハウス配信はほっけとほんとそうだからね。ライブハウス配信って今では世の中みんなやってんじゃん。公式で、公式でもさ、ライブ配信って。あれは人類で初めてやったの新生かなっちゃうんだからね。俺だからね。うん、これマジだからね。コロナ前からやってんの、すご もうレベルがちげえな何この名前って。うん、平沢住むかと思った。いやあの、あのジジイも、あのジジイも、俺より遅い。うん、俺じゃああのじいさん、平沢,平沢,平沢住むはまた別なんだ、あいつは。別な、別。俺みたいなこういうのとはまた別,か別な感じではやったけどな。うん、あのジジイええ、うん。まあ、とりあえずけどね、僕が初めてです。はい、僕が初めてです。平沢住むじゃありません。 のごさんです。のごさんです。唯一無二で神だし。そう。平沢さんも唯一無二だけど、そうそうそう。ね。うん。でもまあそこは本当にそうです。よやちょっと。あ、ちょっと待ってよ。俺もう冷めてないかな、お湯。でもすぐ上がるね。お茶番ぐらいです。ちょっと俺、俺お風呂であんま雑談しないね。シャンプーする。シャンプーして、ひげ剃って、おいだきさっきした。2時間前に。 時代がノコさんに追いかけてるあ。どうでもいいんや。そね。やだね。うん、なんやね。俺最近勇者辞めてるよ <laughs>。お前らに悪いんだけど、俺最近勇者辞めてるんだ。そうなんか、また頭皮痒くなっちゃってさ。そうやめて頭皮が痒くなっちゃってさ。そう。勇者辞めたんだよね <laughs>。なんかいや最初はね。大丈夫だったよ。最初大丈夫だったんだよ。最初大丈夫だったんだけど、なんかいきなり頭皮痒くなって。 そう、だから、これあかんと思って。今はちょっとまた、またやめてます。ゆしゃん。そう。えー、っと、なんだ。えー、っと、これ脱いで。余計はげそう。いや、でも、ゆしゃんって結構はやってるっぽいよ。なんか、女性でもなんかやってるんでしょ。もう、チンコ体操しないの。いや、やっていいよ。だから、ツイキャスがバンになんなかったらいくらでもこのままチンコ出して、オナニーして、入ってやるよ、うんこして。おい。お前、ルールが厳しくなったんだよ。ピアキャストちげんだよ。だからや。 <laughs> マジで別にやお前ルールなかったら俺別にチンコ出してチンコ体操やって俺入るよ今ルールがあるんだよルールがつっとりえルルちゃん乾いたこれねみんながプレゼントでくれたやつねまあけどほんとねなんかツイキャスちょっとあのね風呂配信マジ久々にやると思いますこれはいールールは守らずババになっちゃうからそうだよ あーそうだよ俺もツイキャス始めてもう3000日3000回とか出てるんで3000回が2000回かわせてこんばんは、うん、俺もツイキャス始めて大体8年間ってぐらい経ってたけどあれなんか何千回ってあなんかねきっち,ちなんか記録してあるんだけどなんかプロフィール画面ツイキャス始めて3000回とかだよ3000回ツイキャスやってんだ俺3000回かわせてそうそ,そんぐらい3000回だよやばくないそれで毎回3時時間間以上ささとかさ ね、4時間とか10たまに、ね、7, 7時間とか8時間とか10時間とかやってんねよ <laughs> 3,000回でどんだけ時間を無駄にしてきたんだ <laughs> そんなことは絶対言わないけどそんなことないからね <laughs> 時間を無駄にしまことは絶対ないんだけどそうそうそういや,いや俺もねそんな有意義な時間送ってるからねマジで1万時間超えてそういや時間はちょっといや超えてるはず時間なんかいろいろ見れたんだけどうんいろいろ見れたんだけどそう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  金だっていっぱいもらったしな。金だっていっぱい稼いで、稼いできてるからな、これもな。うん、あとみんなとの楽しいね、思い出、時間、もういっぱいプレッシャー、サムシンスペシャルだよ。落ち葉ガーザース歴史ですよ。もうスペシャルだよ、スペシャルな思い出がいっぱい。ね。いや、金だ、金、金だ、金だけだよ。金だけじゃ,けじゃないよ。金だけじゃないよ、うん。思い出が、そうそうそう、思い出がね、すごくね、そう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 。 彼だけじゃねえかよ。彼、じゃ <laughs>、彼、今晩。彼、彼だけじゃねい本当に本当に。これは本当に。いろんな思い出とか。だって、あと、だってツイキャスで知ってくれた人もいるじゃん。ね、俺のことさ、ツイキャスでさ、ファンになりましたって。ね、野呂さんのファンになりましたって、新世カちゃんファンになりましたって。ツイキャスで。そういっ人いていっぱいいるっしょ。だからそれは本当にいろんなことだよ。出会い、別れ。出会い、別れ、いろいろある。 じゃあちょっとツイキャスなんで乳首出さないんでこれで入りますちょっと待って代わりのさ代わりのパンツ代わりのパンツと靴下とえー、まあいいや代わりのなんかパンツとパンツと,パンツとパンツとパンツ代わりのパンツ代わりのパンツちょっとあっかえかかえっていうのか 替えのパンツパンツと靴下パンツだけでいいや替えのパンツはこれでいいや、はい、替えのパンツこれではは片手大変、えー、靴下は A のうん靴下はいいやさっきの履くは靴下はこれ履くは,は,はやばいななんかパンツめっちゃ出んな なんかやっぱ花粉かななんか今日なんか花粉かわかんないけど昨日大丈夫だったんだけどね今からお風呂うんなんか痰がすげえ出るなんか今何なんだろうわかんないけど目は目はかえいや目は別に今は大丈夫かなうんわかんないまあいいやこれと、うん、ここら辺は適当に置いとこう歌いすぎ花粉もうん ああ寒いよねマジめっちゃ寒いよね今めっちゃ寒いふざけんなよあとひげ剃りねひげ剃りとひげ剃りとえっ、ー、とこれあちゃこれこれこれファンデンディオールのファンデーション出したあちゃ俺これディオールのファンデーションこれさこれも誕生日でもらおうかなと思ってさそう誕生日でこれ 2n 俺使ってるのねあの 2n ええー、っとね 2n だからディオールのこのファンデーション 2n、うん、フェイスディ,ディオールのー フェイスフェイスファンデーションあの 2N、うん、そうそうそうもらおうか、うん、誕生日もらおうかんと思ってそううんまあまあまあいいやこれいやこれアマゾンで売ってるからうんよろしくうんはいううんそうプレゼントだってお前らだって指定した方がいいって,ってい,いつも言うじゃん教えてくれって、ね、今日なんかおととしからうんいらないの送ってもしょうがねえからって いらねえの送ってもしょうがねえからってえっ、ー、とこれだけでいいね OK、はい、あーやばいた冷めてないかな冷めてないかなプレゼント考えてますたさんさ服が一番難しいよ綺麗じゃねえかよえ今日綺麗じゃん俺ちょっとあ,ってあれ今日綺麗なんだけどどうなんだろういや綺麗だ。なんで今日綺麗なのまあいいやまあいいやえっ、ー、とシャンプーは違うシャンプーは おおシャンプーおじこれ去年のねあの誕,生日誕生日でもらったファンからもらったおじおっとシャンプー使ってるシャンプーはおじおと使ってるわなんか最近なんかこれこれ使ったらなんかかゆみなくなったコラージュフルフルだからやめたん今やめてんだよねコラージュフルフルそう髪によさそうそうジオットシャンプーなんか今はねわかんないけどね まあいろいろなんか、もらたつ使ってんだけど、普段こういった、こういったとか。なんか、うーん、なんかはもうわかんない <laughs>。てかもうわかんない。シャンプー、何が合うか。わからん。わかんない、なんか。うーん。わかりません。ああちょっと待って。ちょっと俺すぐ上がる。うーん。クラス、テラスターゼ。うん。 クナイプもだからなんかもらってよ、また。去年、誕生日で。コロコロ変えたい方ちょっと本当なんだ、シャンプーいろいろコロコロ変えた方が。うんうん、これやっぱ昔から安定してない。蓋ゲーできるってか、別にこれゲーとかじゃなくて、本当になんかね。うんもうえー、ちょっとじゃあ、今日はちょっともう9時なんで、みんなちょっとなんかね、 パソコン行くときに眠くなっちゃったみたいななんないように。だってもう10時になっちゃうからね、すぐね。うん。ちょっとパソコン行ったらちょっと新曲、弾語り、久々にやります。そう。こういうのね、なんかいいよね。なんかできた、できたばっか。まあまだなんか一応で、で完成したわけじゃないんだけど。まあ一応なんか曲自体はね。まあただ、フラッとちょっと完成したような感じの曲をなんかさ、たまに昔からやってんじゃん。昔あった建物んちの君とかさ、なんかいろいろ今までやってきたじゃん。ね。こういうの俺やっぱいい,い,いと思ってるんだよね。 うん、だからそれなんか新曲ちょっとあとでパソコン配信でまあこの時間なんでちょっとあのリビングで歌うんですけどあこぎでちょっとねあ,のあんま大きな声出さないで歌いますねあこぎとかも大きな音出さないであーそんな感じです たやちゃんの声優の人もさ、亡くなっちゃったんだよね。ごめん、福を祈りします。ね。女性の人、ね。生まれた、今、なんか自分の今のわけわかんねえ、なんか、これで思い出したんだけど。チ <laughs> ューンチューンってずっと言ったじゃん。そう、たらたらち、今のこんなが。チューンチャーンってまたお笑い芸人か。あれは違う、なチャーンってあれであいつじゃん。また別の人じゃん。チューンたむけんな、たむけ。ちゅ 俺タム俺タムケン好きなんだよねタムケンさん僕あれはチャーって好きなんだよね僕あれうん僕あれ好きなんですよね <laughs> チャーって俺あれ俺あれチャー俺あれ好きなんだよねこれうんドキュメンドキュメンタルだっけあれあれでもなんか笑っちゃったもんうんああいうなんかくだらないの好きなんだよ俺よし いやー、久々にちょっとなんか、ツイキャスでね、坊主姿を見せました。はい。ツイキャスで久々に、坊主姿を見せました。はい。はい。湯加減はちょうどいいです。あいイケメン。はい。坊主にしたらこれです。ハゲたらこれです。はい。坊主にしたらこれです。ハゲたらこれです。将来、これです。はい。お似合いです。だから、俺がや,やっぱいつも言うけど、やっぱお似合いなんだよね。 お似合いなんだよこれ俺いつもうんマジでやっぱ顔かっこいいからなあと頭がかついからそう頭の形がそう後ろとかさいいからさねすごいやっぱねこれはなやっぱ言われるねずっと頭の形がやっぱなんかいいってうんそうそうそう似合いますよいやでも俺はね抗いますよ頑張りますよ育毛頑張りますよ 行くまあ、これはだから最終兵器。まあ、最終兵器って。もう、なすすべもない時の最終手段だよね。最終兵器ではないよね。<laughs> まあ、だから、まあ、なんか、最終兵器ではないよね。奥の手ってわけじゃ奥の手じゃない。もうなすすべもなくなってるわけだから。から奥の手でも最終兵器でもないです。まあ、それまでだからなるべくね、やっぱね、こうならないように、剥げないように、 そう、ツルピ、ツルピカの剥げ、ね、ないように、ちょっとね。ああ、行くも頑張ります。うん。いや、もうマジで、水と麦茶、坊主絶対にや。こさんダンディーになったね。ダンディ、髭生えてるからじゃないでも俺だから何回も言うけど俺40歳だよ。まあちょっとやっぱダンディーになるっしょうん。もともとダンディーな顔立ちって言われるもんな。コメントでな。髭もオプションで慣れの果て。わかる、骨が良い。ツルピカ頑張れ。えー、前髪上げると人相悪くなるけど、単発も似合う。人相悪くなるかなそんな。うん。 目がなんかつぶらな純粋な目してんじゃん。ハゲテン、ボーでも全然 OK よ、ね。そうだよ。まあそれ分かってるぞ。昔からお前らも分かってんだろ。な、ハゲテン、ボーズでものーさんかっこいいよって。うん、別にそんなさ。そんな俺だって分かってるわ。でもなるべくやっぱ髪の毛欲しいじゃん。髪の毛あったほうがなんかアレンジできるじゃん。なんかチーチーにしたりとかさ、パーマしたりとか。ななんかさ、ね。